おおははよよううごござざいいまますすすす武田哲也でで水谷です私にとりましては、えー、2011年の、えー、10月約6週7週に及ぶ闘病生活というのはなかなかやっぱり芸能界入って初めてのことだったもんですから、えー、やっぱ多かったですね、はい、丁寧にさらえてみようかなと思いまして、はい、ちょっとあの文章に起こしてるんですよ「<あ>病のターミナルにて」っていうね、うん、病の駅舎にて。うん やっぱり自分が病気になって。発見したっていうのはありますよ。うん、病院のイメージっていうのは、本当違いますね、うん。通うのと入院するのと、また違いますもんね。かもしれない、うんえー。まずは、振り出しから行きましょうか。はい、どうぞ皆さんも。何かあの病気にかかって、これから入院するぞという気持ちで。いうふうに、思いますが。はいはい、とにかく、でかいんです。 大学病院、はい、なんていうのかな。とにかく駅ですよ。ターミナル駅みたいな。えー、で吹き抜けでね。はい、まあこんな感じですわ。とにかくとにかく広大な大学病院の中に入っていきます。でまず行かなければならないのは外来本館と呼ばれるところで、これがいわゆる病院の中枢なんですがそこの1階の受付、そこにこの並ばされるわけですね。 先にもあの持ってるわけですよ病名は、はい、例えばそのとある町医者からあんたはあのまあね腫瘍があるぞとか、うん、であのそ,のその手続きをしに 1F に行って、はい、1F の受付で振それがその外来本館が4階か5階のなんかね高島屋本店みたいな感じがするん、ね <laughs> 吹き抜けでエレベーターがあって、はい、でその階ごとに病気が違うんですよね。ええ、で私の場合はもう心臓が悪いということで、まあ、こ,この階に行きなさい。でその階に行きますともうげっしり同じ心臓の悪い方が押し合いへし合い待ってるんです。うんはい、それで昔で昔うとこのむやみに待たされるってうのはないんです、ええ、でノックして小部屋に入ると。 専門医がいてそこからというね、えー、でとにかくフロアごと例えば私が待ってるとするとそのフロアは全部もう本当に玉川高島屋とか日本橋本店とかっていうぐらいこう人間が溢れてるんですけど全部心臓の悪いい人なななんんんですよ、うん、みんな同じじだねっていう感それがずらーっと椅子に同じ病気の人が並んでるから、えー、病っていうのは面白いもんで同じ顔になるんですよ。 おそうですかね、うん、心臓の悪い人っていうのは心臓の悪い顔なんですよ<ー>だから同じ顔をした人がザーッと並んでるから、はい、そこに座ると落ち着くの <laughs> 落ち着きますかつまり仲間だから、えー、だから不機嫌な顔もよ全く一緒の人だから自分が浮かないんですよ、うん、で私が行きました大学病院なんて その,やっぱりそのことで名をはせたお医者さんがいらっしゃるから日本中から悪い方が集まってきてるから病人の国体みたいなさ <laughs> あの笑っちゃいけないですけど <laughs>、うん、でもね本当に申し訳ないけど <laughs> 俺好きなのよそこが落ち着くんですね落ち着くのみんな同じ病気だほんで座るでしょ、はい、で順番待ちの間飽きるということはないです何をされてるんですか ぼーっと座ってるだけでいいです前や後ろの方が必ず話しかけてきます、えー、話題は一つ自分の病気同じだからはい紹介とかってね紹介できたん飛び込みできたん飛び込みだったらついてますよお宅はとかね、うん、<laughs> あの必ずいるね、えー、あの病院の内情に宮みに強いおじさん<ー>とかおばさんとかうん。うん 私の場合はよく覚えてるのはあの女房が付き添ったもんで,で女房の方が痩せてるもんだから、えー、その女房の方が心臓病が重篤だと思ったおじさんが話してきたんですよ。はい、でねそのおじさんはもうよくわかんないんだけどカテーテルでの血管補強らしいんだ。うん、でそれをでうまくいった人らしいのよ。えーその 私を担当してくれる心臓外科医がカテーテルで治してくれたらしいの、うん、でねそのちょっとイメージが違うのは具合がいいというか病がピタッとはまると、うん、もう今現代医学ってすごくて、はい、例えば血管がもろくなっている人の手術なんていうのはカテーテルということで手術をやるんだけどそれはねあのその日のうちに帰っていいの。 うんええー、そうなんです、ね、もうそれでおしまいなのよへえー、タイミングがいいとわずかその日のうちに帰れるというような心臓病の患者さんもいるわけ歯医者みたいなもんじゃないそうそうそう歯医者より気楽かもしれない <laughs> だって部分麻酔で1時間半ぐらいで血管を掃除したり入れ替えたりするんだからでこのカテーテルは私もやりますから 皆さん、どんな事実か楽しみにしておいてください、ね。はいはい、まあ、とにかくちっとも寂しくないという病のターミナルに。私は女房と二人で待たされたというわけで、一日目、この辺からえ。ゆっくりと大学病院の奥深く、皆さんをご案内したいと思います。この続き、また明日のマラな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。えと、あれは五月だったかな。去年の五月ですよ。うん、はい、時に、まあ、女房と二人で、まあ、事務所のスタッフもいましたけど。 紹介さされたお医者さんにもう私はちょっと自分の気持ちから言いますともうその担当医のお医者さんの顔を見ただけでこの人に切ってもらおうと思いましたお信頼感があったんですねうんあのね女房もすごく疑ってるわけさだって俺、えー、心臓悪いっていうのはもう決定的なことを言われたわけよね、はい、その命に関わるみたいなことを2011年の3月に言われたんですはい でまあ女房に言おうか言うまいか。でもね、やっぱ言わないと、女房しかいねえから話し相手はさ、愛人に行ったってしゃあないよね。<laughs> 愛人いないけどな。<laughs> いないけど、こういう場合愛人にでも行ってみようかと思っても、愛人もいねえかみたいなんで、<laughs> ついに女房に言うわけだよ。<laughs> はい、だから女房はもう元気がいいが、だって一日60本バッカバカタバコ吸ってるしさ、<laughs> 酒は飲んでる,るしさ <laughs> でで、あいつがものすごい顔してさ、<laughs> ほっとに悪いのって聞いたんだよね。<laughs> で、女房もほら、もう田舎もんで病院のことなんか何も知らないからさ、はい、あなたさ、モルモットに疲れてるんじゃないのかなって言うわけよ。研究材料じゃないかと。そう。悪そうに見えないから。はい、それと、いやその私が行っている、お医者さんが紹介した病院が実はもう患者が少なくて傾きかかってて、<laughs> その、ちょっと有名人かなんか手術をして、こうなんかオペ代取って、 生き延びよううとしててるるんじゃないいいかっていう疑いが女房にあるわけさ相当疑いましたね <laughs> まあそれぐらい俺が元気が良かったってこと <laughs> <ー>彼女はとにかくびっくりしてるわけよあまりの心臓病の人数の多さにはいこれはもしかすると傾きかかってはいないなと病院は繁盛してるんだと、うん、それが払拭されましたねそれはね、はい、それでこんなに心臓病来ると 先生も結構嫌なんじゃないとか言い始めてさ女房のほんでたまたまだけどちょっと言ったけど前に座ってたおじさんが女房が心臓病だと思って語り始めたのよ、ええ、この先生崎山先生 <laughs> ジャッキー奥さん <laughs> うめえよ腕腕腕腕 <laughs> 心臓外科医は腕だ崎山先生バッてうん すごいねそのおじさん語っちゃって「えー、あのじゃんだってあんたカてーテルだよ、ね」ね「4発よ勝ててる一1 2 3だよみんな詳しいのよ病人の人ってだね左の心房管ポーンってさわ開けてもらうもう「メイ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 」そういう暗号が飛び交うのよねはいそんでその先生に会った瞬間にこの先生だったらいいなと思った、えー、もうよくも得もないのね うん、もうね一生懸命説明してくれんのどこが悪いのか、はい、どこが命が関わるのかだけど俺の最大の疑問はその命に関わるって言うけどなんでこんなに自覚症状がないんですかって言ったんですよその時にその先山というね心臓外科医、一回年が下の世代でしょうね、うん、この医者がね真面目な顔して 武田さんんと同じなんです心臓ははい苦しくても人に訴えないんです <laughs> ほらよ涙出たてそうになってよありがたいお言葉を頂戴して、ね、どんなに苦しくても元気いっぱいに僕はいいからっていうのが心臓なんです <laughs> 本当に今武田さんの心臓は苦しんでいますけど、はい、苦しいって弱音を吐かないんです だから、刺してあげてくださいって言われたときにさ、<laughs> ほら、涙ぐんでさ、はい、先生ありがとうつったのよ。はい。うん。それで、まあ、ありていに言えば、ものすごくありていに言えばだよ。この人に殺されるんだったらいいやと思ったのよ。はあ。どんなお顔立ちって言ったらいいかな。ま、間違いなくピンときたのは、 坂の上の雲の軍艦三笠の東郷平八郎の後ろの方に立っている明治の海軍の軍人さんみたいな顔してんの。でも、目に全く殺気がないの。<う>明治の軍人坂の上の雲っていうところが味噌さ。<laughs> あ第二次世界大戦のトラトラトラじゃないのよ。ああいう昭和軍人の力みはないの。力むところが全くない。 温厚なな先生なのよ<ー>でねその時だってあのもうちょっと話切り上げようと思えば、うん、切り上げられると思うんだけど他にご質問っってずーっと言い続けるの、うん、この人はどの患者に対してもこんなに丁寧に応対してたらくたびれるだろうなって、うん、患者が思うぐらいの丁寧さなのよ。 良心的ですね、うんうん、それで実は、はい、私はその5月の段階でもういよいよそのお医者さんに切ってもらうことが決定いたしまして、はい、振り開けられました、はい、私がその大学病院の中でどこを居場所とするかがその場でえそれが心外 B4 <え>心の外の B の4これが私の住所になる。はい、これは 心臓が悪くて外科手術が必要な人がその建物の4階 B フロアの一員になりましたっていうのをそういういうに振り分けられるんだ、はい、心外の武田さん、はい、これが私の新しい呼び合いになったですな、えー、<laughs> そして新害 B4 に私はいよいよ案内されるわけでございまして、はい、さあゆっくりと皆様を病院の個室へご案内したいと思います。<laughs> こののの明日のまな板の上で おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですまあ驚くべきはその大学病院まあ総合病院の賑わいですな。はい、まるで八重洲の改札口みたい、はあ、特に外来本館というのはね、うん、そこを出て私はあのあそこに行くわけですな新害、えー、b 4にねはいどこれ6階建ての建物で、はい、全部心臓の悪い人な 全部12階はもちろんその手術室とか、うん、ICU ですよねがあるんですけど,とどつまりは心臓ですとにかく心臓の病気の人がつまり私が心外でしょ、はい、心臓が悪くて外科手術が必要な患者ですって言うわけでしょ。うん、ということは心臓内科もあるってことですから心内も。そそうかそうか、はいうん、で私 B4 っ,って言ったでしょ。ということは4階には A もあるんだ。 うん、そういうことです、ね <laughs> うん6階建てのビル全員心臓が悪い人と思うともう申し訳ないけど寂しくない <laughs> 一種不幸の活気があるほ当に本当にね元気なやつが歩いてると浮いちゃうよ。う <laughs> ねあ,のあれは本当に面白いもんだ。 病院って本当に分かりやすすいですよね、えー、とにかくパジャマ姿の人がみんな病人ほんであのお医者さんたちは白衣白衣の類があるんだけどこれはね、うん、本当に病院ってものの見事うんもうね着てるもので分かる、はい、あのやっぱりその中で私服着てる人は付き添いかこれから病人になる人なん二、うん、2>, 2種類しかいない。<laughs> まあそそううですね <laughs> そうだろ でね、病院で最もその大学病院で最も道行きに関して尊重されるのはベッドで運ばれてる人、うん、ベッドごとで運ばれてる人ってバーっと道の空きが早いの<ー>その次に車椅子、はい、車椅子もあの単に車椅子で移動してる人それだけじゃ<え>あの点滴袋を3つ以上ぶら下げて 袋は3つ以上そそうそう、下から尿,尿と便を出しながら上から点滴入れてもう一個なんかわけのわかんない液体を体から出している人、うんはい、でその棒は自分で持たなきゃいけない <laughs>、うんガラ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 らがうってだから看護師さんと介護士さんは違うのよもうすぐわかる慣れると、うん、なんでかと看護師さんは病気の話しかしないの、うん、どうでした注射痛かかったとかね、うん 痛いとかあったら言ってくださいよと、ねはい、これが看護師さん、はい、介護士さんっていうのは病人の人と車いすをしながらスポーツ記事の一面の話をしてんの、うん、えっ、ー、そうですかねああんかこう気晴,らし、ね、気晴らしをやらなきゃいけないのやりましたねホークスっていうのは必ずあ,<ー>あの 護さん看護師さんはそういう話はしないかもしれないですねあんましないな見てるとそれ<ー>から教授って言われる人と準 <laughs> 教授って言われる人が<そ>あの患者を見回る時にああ人数が違う <laughs> このほか大学病院って人間が渦巻いててすっごく面白いそんなこと見てたんですかです、ね、俺はよ ほんで俺は、新外の B4、4階でエレベーターが止まって、はい、扉が開く。はい、開いた瞬間、俺はその時はまだな、あの、あれだから、検査入院だから、うんうん、もう今、季節は10月の13日になっております。扉が開いて、俺まだ私服だった。開いた瞬間、ナースセンターの前に、先輩患者がいたのよ。はい。その時に、痩せ引っこけた、もういかにも心臓手術をしたって爺じいさんがいた。 そのじいさんが俺の顔を見て、叫んだ言葉がよかったのよ。はい、おあ,あ来たかい。ん <laughs> で、女いよ女いよっていうのそう、同じ病名なんだろな。えー、うん。二千遍、二千弁って言うのよ。二千弁うんそ。そのおじいちゃんも二千弁だったらしい。ああ、二千弁ね。はい、いや、<laughs> 俺でやっとわかるようになったろ。<laughs> そかそかつまり、大動脈弁が、通常、つ葉のクローバーで3枚なきゃいけないんだけど、はいはい 私はで2 2枚しかなかなった、はい、でそのじいちゃんも2枚だったんで二千、うん、弁同士のよしみで「二千弁二千弁」弁って言うんだよ。<laughs> この「二千弁」なんていう言葉がエレベーターの前で通じるなんざ病院しかねえぜ。な,なんかね世田谷のお前あれだ246の脇で使ってみろお前何 <laughs> ですかそれはって言われちゃう。はい、みんな,なその人も笑い転げて よかったね。二千弁同士仲間ができて。なんて0二千弁が仲間とは思わなかったよ俺。でもあのたまらない安堵感っていうのは <laughs> つまり奥さんに話そうか愛人に話そうか迷うぐらいの俺だろ。あの愛人いないけどさ。<laughs> ねはいね、だけどここではもういいのよ。二千 <laughs> <ん>弁同士みたいな言葉が。<laughs> うー<ん>それとこれ本当に面白いんだけどそれは俺はこの後思い知るんだけど心臓手術をやると その胸骨を割って、胸の真ん中にメスが入るの。はい、で。手術終わった人って、ふ古けになるんですよ。ああ、ね。人間の体の真ん中はへそかもしれないけど。へそに並ぶところに中心があって、そこを傷つけるとね。うん、力が入らないのよ。だからね、手術終わったばっかりの人は、ぼーっと空を見てんの。<ー>やがて自分も、そうなるとは知らずに。 まだ検査入院の俺はチラッとナースセンターの横の,その面会スペースがあるんだよね、ええ、そこに座ってる23人のおじいちゃんとおばあちゃん見ながらあの元気がないなと思ったんだけど、うん、同じ姿にまさか自分がその後なるとは思わなかったんだけどまだ手術前でございます。このの続きまた明日ので、はい おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香田です心外 B4、はい、心臓外科手術が必要な六、えー、階建て建物の四階にいる患者さんの武田哲也でございますが、はい、なんせまだ手術前ですから、えー、もうずっと元気なまんまですはい。ええー、ただやっぱね不思議に入院するとね私服着るっていう意欲が湧かない遅いもんですかねなんかねパジャマ着とかないと悪いような <laughs> パジャマが俺の制服だみたいなねだんだん だだんんん周りにあの自分も色を合わせようとしてくるんで,す、ねはい、でまあ元気はいいわけですからこう入院1日目、まあ、全然メスも何も入ってないから元気いっぱいですが、うん、皆さんの様子を見る。をすると4人部屋6人部屋とあるんですが、はい、あのナースセンターの横に面会スペースがあるんですね。ね<え>早朝そこに行くと 六人部屋、四人部屋の人がたむろしてるんです。うん、やっぱりプライベートがないから、えー、やっぱ、その。別途離れると、そこに来て。そこでぼんやりしてるっていうのが。うん、で。私と同じ大動脈弁系列で。手術が必要な人。というのは。やたら大きな声で挨拶するんですね。うん、あの。手術後の人も。へえ<ー>。そうね。え<ー>。きってでっけえ声出さないと、声出ないんだよね。 あそっからその自分で痛感したのはあのねその心外 B4 の雰囲気なんだけどね朝ね5時半から6時ねすごい雰囲気いいんだよね。えー、みんんな起きてらっしゃるんですか、うん、みんな起きてくる時時半6時でまずみんなねそこで体重と血圧を測るんです。はい、それは体重は自分の担当でこのあと検温に来た看護師さんに報告しなきゃいけない。はい 今日は何キロありましたって必ず聞かれるからでそこにある体重計にみんな6時ぐらい乗りに行くの,<ー>、うん、その朝の1時間ぐらいがねすっごく雰囲気なんでこんないいのかな生きてた喜び夜を一つ越えたぞっていうね<ー>それがね「おはようございます」っていうのがね、うん、いいんだなはい俺なんかすんごい好きだったでも その心外 B4、二種類いるんです。それすぐわかります。はい。僕は大動脈弁ですから、僕はその何日かしたらもう決まってるんですけど、あの胸を開くという手術が待ってますね。うん、ですからえっと胸を開いた動脈系です、ね、大動脈弁系列が悪い人というのは、まあ大体その何て言うの首の周りを大事にしてるんですよ。うんえー、もう一種類いるんです。 その B の B フロアはそれはね心臓そのものの筋肉の弱い人がいてこの人たちは術後心臓からえっとあれですねあの別のですね生命維持装置に心臓をつないで心臓を強く打たせるという人工心肺の箱を引いて歩いてらっしゃる。で,でね すっごく面白いのは動脈系が悪い人たちは割とガラッパチででっけえ声で会話する、うん、ほはあよーとかね「はい、いや来な2,000便!」とかって言いながらねでっけえ声た、はい、私は手術は3回目だよ!」っていうのを言ってね、はい、もうその10代の頃から便が悪いのは分かってて、うん、その前にあの豚の便を入れちゃっててへ<ー>豚の便入れると10年で変えなきゃいけない。 3回目のおばさんがいるのもうベテランなんだよ大変だな大変だよね、うん、仕方なんだ豚入れちゃったんだもんあんたしかその頃はねあんた豚しかなかったんだよあんたそうか医学が進歩したから、ね、そうそうそう,うああ私たちセラミックにしときゃこんなことはまあならなかったのに <laughs> とかっていいなはい。もうやたら手術に強いおばさんがいたりなんかする、うん、でそれわーっと盛り上がったりなんかするんだけど、うん、その横をその心筋振動の筋肉の弱い人たちが 箱をを下げて歩行の練習をなさるんです、はい、この人たちはね静かに歩くんですよ、えー、あのね細身の方でねやや色白で,、はい、でちっちゃい声で「おはようございます」って言いながらね我々の横をちょっとこう通っていくんですよ。うん、うん、その横を便が悪い人たちはでっけえ声でね「3回目だもん私はセラビックがありゃよかったけどありゃしねよあんた」とかなんかいいな。<laughs> はい、で B のフロアはその2種類の人だけどちょっと冷たい言い方をするけど同病の人じゃないと語り合わないえそういうもんなんだよ心筋の弱い人はねグループ作るんですよで武田鉄矢なんか入れてくんねえのほ<ー>俺弁の悪い方の俺はもうあれなのアイドルなのよ「<laughs> 来た来たさあよーしきっぱい先生が来たなー」ながらさあの二千弁のじいさんが声かけて、ね「はい、おはよう先生!シュシュ」ってな顔色、うん、いいじゃねえかよ顔色がってな。うん 元元気元気とかって言いながらさ、うん、だけど心筋の弱い人たちはやっぱりそ,、うん、それともう一つはね持ってる病気でそのなんていうかななんか触られたくないうん私はね、えー、とあれでしょ、えー、と弁慶裂であで思い知る弁慶列の手術をした人はねあの人に触られたくないのあ<う>怖いんだよ 開いた胸が。ああ、そうか、守っちゃうんですね。そう,そ,うそう、そうん、そう、それと転ぶことに関して、異様な恐怖感がある。うんうんうん、それはそうです。ばいって避けたら、どうしようっと。うん、うん、よく分かんないけど、心筋が弱い人は、また別の、なんか、なんか、いや、嫌が。嫌なところがあるらしい。うん、ひそやか、にんこ歩かれるだ、ね。うん、なんか、そ、そういうのを。眺めてましたね。はい、それぞれ、病が、化したリスク。 そのリスクによってなんかこう差が病人の間にもあるという、うん、そして検査ばっかりの1週間がゆっくりと過ぎていくわけでありますがそれもまたなかなかね病院ウォッチャーとしては面白かったんで、はい、明日はあれですな病院の先生方のウォッチングをか、はい、なかなか手術にたどり着か,んですかないですねこれね。ああああ 簡単にパンパンなんて手術なんかやらないんで、はいい現代医学は、はい、えこの続きとにかく明日のマネータのままま上でででごごござざざいいいす武田哲也ですすすすおおははよようう田水谷かなです昨年10月のことでありますが心臓の方の手術のために入院をという10月の13日に入院いたしましてそれから1週間検査ばっかりの日々が続きました、うん、でその検査ばっかりの1週間ですがその日々の中で1週間で私は思い知りましたのは。 その私の手術に関しまして、お医者さんの種類の多さですね。うんうんうん。これ全部お医者さん来ますよ。ええー。あの挨拶とか私を見に、はい。ね、その数の多さ。まず一番最初におわしました心臓外科医、医この方が来ますね。はい。カテーテルの方がいらっしゃいました。はい。これは動脈かな静脈かな、まあそういうところに糸みたいな細いやつを入れて、うん、それで。 血管の修復をしたり、あるいは血管系列から病態ですね。私の場合は、あの、あれを見るんですね。あの、心臓の便の具合を。ええ、これ、カテーテル。それから、麻酔科の人が来ます。ええ、それからえ、糖尿。私、血糖値高かったから、糖尿の先生もやっていく。はい、輸血の方が来て、ええ、歯のお医者さん来るんですから。歯は,はい。えぇ、ー、あの、あれですよ。歯ですよ。 歯を全部治さない限り手術やってくれないんですよそんな関係性あるんですかいやあるでしょう<ー>あの私はこれ以降ですねあ,のある薬を一生の飲まなければならないんですよ、うんはい、その薬を飲みますと血液の流れは良くなるのはいいんですが今度は出血した場合血が止まらなくなるんですへんですからあの歯の治療が簡単にできなくなるんですよ そうか、はい、そういうのもあるし<ー>でもあの,あの手術の前は全部歯は治さないとあのメス入れてくれませんよ。へ<ー>それから形成外科です、はい、普通は執刀医が縫うんですけど、うん、私の場合は形成外科医が縫うことにこれはまた後でお話しします。これはですねその心臓手術でこうあの傷口を縫うでしょ。 私ね不思議なことにねそういう運命にあるんでしょうね心,心臓手術やった女性の傷跡をね見かけたんですよ。<ー>で,、うん、で私それちらっと見てあこういう傷がつくんだなと思ってだけどもうほらもうベッドシーンもないだろうしさ愛人,愛人もいないしないベッドシーンもないだろうし <laughs>、ねまあ、そういう思いもあって崎山っていう外科医に俺がちょっと強がったのよ。うん 先生悪いけどかっっこいいい傷入れてくださそっっ、ね、<ー>したらねこの人の職業が俳優であるっていうことを医師団として忘れてはいけないと、うん、だからなるべく傷が残らないあの、まあ、分からないようなベストそれで血清外科医で顔の傷なんかをいつも担当してらっしゃるお医者さんをわざわざ呼んで。 すっごく丁寧に縫い合わせようとでその間時間が長引くな。うん、だけどまあ私の体つきを見て耐えられるだろうとプラス一時間しても一、うん、時間ぐらいかかるっつうのある。だって開く傷口は二十センチ以上ですからね。えー、それで形成外科の人も来るわけですよね。はいうん、これね全部チェックするんです私を。えー、ほらまあすもう 病院の先生に会うだけでくたびれちゃう,うだって <laughs> メ,メインのお医者さんが来て子分3人こんなん悪いね言葉は悪いけど分かりやすくするために子分って言っちゃいますけど子分34人連れてくんですよね。はい、で俺すっごく興味あったのはカテーテルの先生カテーテールっていうのは血管から細い糸入れるんですでその糸をずーっと流すんですよ。流すんだよそうめん流しみたいに <laughs> お前 それで患部まで行って例えば血管なら血管が細くなったりなんかしてるとそこを広げたりってやるんですよ。俺の場合は心臓の弁がどこまで役に立っていないかを崎山医師に見せるためにそのカテーテルの先から造影剤を噴射させて影で見せてくれるの影みたいーーで腕にあの穴を開けてカテーテルの糸を流し込むわけ。 それで流し込むのはあの若手なのよ。うん、でお師匠さんが横にいてモニター見ながら指導すんのよ。でなんでかよく分かんないんだけど腕からカテーテル糸を流し込むっていうのは難度が技術的に高いのかな、はい、か本当はももの付け根から流し込んだ太い ところに流し込んだ方が心臓には行きやすいって言われなんだけど<ー>そんでその流し込まれたのはいいけど何回も差し込まれるわけ<ー>そのう,うまいこと金属コードの細い糸が動脈の流れに乗っていかないんだろうね場所を変えるのよ<う>これ痛いんだこれが 若いお医者さんを謝るわけ、俺に丁寧に。うん、ごめんなさい。もう一回やらせてここは大丈夫だって。そしたらね、後ろからお師匠さんが叱るのよ。カテーテルの。この、あれ、あれ、職人さんになっちゃうんだね。細かい作業だから。うどなってんのが聞こえんのよ。俺、部分麻酔だから。<laughs> どうしたんだよ。<laughs> 思い切ってやるんだよ、そこは。<laughs> やれよ、思い切って。<laughs> そこだよ、もう一回。<laughs> そうだよ、そのままだよ。入れてみろよ。 入らねえわけねえだろう右だよ。もう怖くてさ。怖いですね。もうほらよ。2 <laughs> 二人のコミュニケーションがうまくいくことを患者として真ん中で祈っただよ。<laughs> はい、そして見事に取れたんだ。その自分の大動脈弁の具合が。え <laughs>、はい、え。これまだ皆さん検査です。手術、はい、まで行っておりません。はい、さあカテーテルで取れたその造影剤を使った診断結果。 それはどんな映像だったか月曜日の続きでございますんでお楽しみにこの次また来週のマネタの上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜です病院話が続いておりますだんだん元気になってまいりましたから <laughs>、はい、遠い昔のことのようで <laughs>、はい、いますがでもお話としてはこの間やっぱり入院して一週間後に手術があって手術から目覚めたら集中治療室へ、うん、そして 集中治療室で僕3泊しまして、はい、でそこからまあ一般病棟へ移るというねこっからがやっぱり30日近くありましたから、えーまあ、長い入院生活でしたねはい、やっぱりいろんななこと考えるわな普通はでも入院されてたら何も考えたくないっていうのが普通だと思いますけれどもねちょっとこう不気味な言い方になりますが不吉な言い方になるかもしれませんが今度長期入院する時は死ぬ時だなとかね、はい なんか計画が立ちますねいろいろね、まあ、とにかくここから話戻しましょうか集中治療室を出まして一般病棟へ 4B というね、えー、心臓の悪い人たちがいっぱい入っているビルジングの4階の、まあ、分けられた B フロアっていうところに私と同病の人がいらっしゃってそこに入るわけですね都内の病院ですけど心臓の悪い方いっぱいですから、うんえー、ですからあんま寂しくない。 同病愛あれむなんてあんまりいい響きじゃありませんが、えー、同じそれとまあい,いやそこで見かけたことをこれからまたポソ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 病から現代というものを見ていこうかなというふうに思いますが、はい、え私はあの病院側の行為もありまして一般病棟に移った時はナースだまりナースステーションから一番遠い部屋にわざわざ。 うん、ちょっと騒ぎになってたみたいねあの武田鉄矢が入院してるぞっていうんで痛風発作の収まった糖尿病患者の集団が、うん、あの心外の心臓の,あの病棟に入ってきたりしたもんですから、うんはい、それでちょっとやっぱり武田を隠せっていう。<laughs> 隠すために,奥の方に <laughs> そう一番 <laughs>、はい でこれがもう本当にご厚意でありがたいことにまあテレビはもちろんあったんですが冷蔵庫あったんですね、はい、もう冷蔵庫あるの嬉しくてね、はい、で一般病棟で、あのー、集中治療室から戻ったらやっぱり家族がそこにばーっと花を飾ってくれましてそれはあのいろんな方から花を送っていただいたその花が病院に届き始めたんであります事務所のスタッフは一生懸命は花断ったんでありますが非常に熱心に。 あの病院を探し出しし出たた友人たちがいまして、えー、例えばあの吉田拓郎さんとか病院まで花を奥様と一緒に届けてくださいまして<ー>事務所のやつが隠そうとしたら部屋まで行くぞって言いながらそういう思いを込めましてですからもうそんな花をぼんやりと私があ見つめておったというね。 ただしやっぱり集中治療室から戻りましたらさすが3日間 ICU で過ごした私ではありますがくたびれてたらしくてですね病人独特なんですよこの手術した後というのはくたびれてるでねくたびれ方が異常なんですけど元気のいい人,いい人が激しく動くとそれをもう見てるだけで疲れてしまうんであります。 で私の場合は胸に、まあ、手術の跡がありますもんですからもう胸にあの本当に北斗の剣ではございますが一文字、まあ、一文字の傷跡がありまして、はい、その傷が引きずれるんですね、ええ、それでもう全身に力が入らないんですねなんか力むとかぱっと開きそうな気がいたしまして、ええ、そんなこと絶対ないんでありますけどもぐったりとそれから本当に不思議なんですが声が枯れてるんですよ<ー>これがね俺分かんないんだ 胸の手術を,やってるを開くというね声帯には関係ないんですが、うん、声がスカスカなんですやっぱ力が出ないってことですかそれじゃない本当に枯れてんのよカラオケ歌いいぎたみたみ<ー>それからこっからまた謎なんですが<ー>左手の親指と小指が重ならないんですよ、うん、開いちゃうんです折れない、うんどんなに力を入れても、うん、なんで左手なのかなんで 小指に力が入らないのかわからない。なんかこう心臓とつながってんでしょうかね。とッがあるんでしょうね。だ<え>からもう一つここ目の前にちゃんとスタッフは用意してくれた。お水ペットボトル。ペットボトル。ふた、はい、開けられない。<ー>左手で。力が入らない。入ってないんだろうね。うん、ずーっと空回りする。<ー> えー、私の身体にはやっぱ手術後一般病棟を移ってでありますがさまざまな異変が起こっておりまして、うん、当然といえば当然でありますが食欲あんなにあった食欲でありますが全くない、はい、食べなくていいんですもんうそ、ん、からテレビつけて見るのはいいんでありますがテレビでちょうど私もう1二月に入る前後だあ11月に入る前後で。 なんか食欲のシーズンでテレビはやったら食べ歩きとか土地の名物とかの番組が多かったんですね、はい、それ見てて気持ち悪くなる、うん、で入院してこの段階一般病棟を移ったのもう2週間ぐらい経ってるのかなとに,とにかく10日ぐらいかなその時にはたと気が付いたそれはタバコ吸ってないんですよおおまあそうですねうんうん、まあ 忙しくてあれ俺タバコ吸ってないなぁと思い出してその次に思い出したのがあれ俺酒一滴も飲んでないやという長い長いね人生ではございますがお酒タバコがないという夜を迎えて平気で眠っているというのはやっぱり20代過ぎからの初めてのことで40年ぶりに私は成人式前に。 っ戻ったえちょっとあの面白くない話かもしれませんがゆっくり話していくうちにちょっと思ったこともございますんで、はい、いい話も出てくると思いますお付き合いくださいませこの次またサノモラ板の上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷佳奈です入院生活の振り返りをやっておりますあまり楽しい話ではないかもしれませんがこれいっぱいねあの書いとるんですがそのつまり入院中には我が体に起こったことなんかをね眠れぬ夜のことだが えー、女房が頂き物の,の果物の皮を食べやすく整えて冷蔵庫のタッパに収めていたという、うん、その冷蔵庫は今度は個室であったものですから、はい、これは結構しゃだっておりますが福山雅治君から頂い,いた果物の詰め合わせのセットで皮をむいたブドウがタッパーの中に入ってて、うん、それは夜思い出したんですよ、はい、女房が帰った後でそれで。 この福山君から頂い,いたぶどうをね一粒口の中に入れてもうこのぶどうがまあのー、手術したばっかりの体で受け付けた食べ物というのはこのぶどうこれ甘さがねでね他のね人工甘味料ダメなのよ。<laughs> 丸々成果が出してるフレッシュオレンジジュースとかね なんとかレモンとか全然ダメなの薬品の砂糖の味がするのよまず、うん、アんパン食えなかったからね、えー、アンパンもやったんだけどアンパンもね薬の甘みの匂いがするのでねそういうのが一切しないのはやっぱりね果物でした、うん、果物の甘みっていうのは変わらずに甘いんですでコーヒーがもう砂糖を入れると全然美味しくないのへえ、うん、砂糖に敏感に 体がなかも自然な状態に戻ってるんでしょうね。きっとねでしょうね。だって福山葡萄一粒食べた時覚えてるんだけど。あんまりにも甘くて、うん、顎が痛かったです。<laughs> あの二三回噛んで。えーえー、って言いながら。噛めなくなってるの。顎が痛くて、えー、あまりの味の強烈さに。えー、んそれぐらい美味しかったの。はい、そして一般病棟の個室に移って、やっぱり小野が体をつくづく見ますと。 もう許せないんですなたるみにたるみきった体<ー>わずか十数日ですよまあ手術大きい手術しましたけど、うん、それでも緩むだけ緩んでんですから、うん、情けねえな何年も皮膚がもうなんかこうねシワシワでたるんじゃうんですよねもうお,うんとお前はカンピョーかみたいなね <laughs> あのなんかうまく言えないけど <laughs> これでもうでも一般病棟移って2日目ぐらいがもう決心したのかな、はい、一般病棟移って2日目ですよ、はい、手術後から4日か5日後ぐらいに決心してもうこうならもう歩くしかないんだっていう、うん、そこから始めようと歩くのはそんな悪くないとそれで5,000歩目標に一般病棟移ってから5,000歩毎朝5,000歩って相当な歩数ですよ結構でかい大学病院の外周を二周するんです、うんはい、ところがもう二周しても飽き足りないもんだから 結局手術して4日目か5日目ぐらいに下の町まで降りてっちゃってそれがどうも通行人に見つかったみたみいなんですよねどういう格好で行かれるんですかそれちゃんとはやっぱり運動着に着に替えてマスクはしてたんですが調子が良かったもんですからで病院に戻ったら看護婦さんが大騒ぎしててちょっと名前言っちゃいますけどコギーというねニックネームの看護婦がいまして。 正確ないい子なんです、うん、それがどこまで行ってましたって割ときつい目で聞くもんですから <laughs> その目つきが気にななくて「なんだよ」かなんか言いながらちょっと不良ぶって <laughs> そいつと口論してそしたらそのコギーという看護婦が担当医を4人連れてきたんですよ、うん、そして私が一番弱いであろう嫉妬医までで引っ張っ張てきたんです<ー>結局病院サイド67人に囲まれて考えてたわけないかと。はい そのつまりふらふら歩くのはやめてほしいとそれでもう院内の散歩は許したけども執刀医として出ていいとは言った覚えはないとやっぱり出るためにはちゃんとナースセンターに許可をいちいち面倒くさくてもそれを担当医で4人で検討するんで、はい、っていうでみんなでやっぱあなたのこと心配してるわけだから<や> <laughs> それで俺 正直言うけどそのお医者さんからきつく説教された後、はい、そのコギーというちょっと気に入ってる看護婦に向かってちょっと不良言葉で難癖つけたのよ、うん、てめえこの野郎チクったなだからやっぱりしっかりしてんだよねその、はい、コギーもね、ええ、泣きはしませんけどキラッと奥の方にちょっと光るものがあって、うん、ちゃんと直してほしいからって言われて。 こいつはこいつなのに真剣なんだなと思って、うんでまあとで他の看護婦さんから聞いたらやっぱ長期っていうか、まあ、私は10日ぐらいですけどそれでもちょっと頭が緩んじゃって病院の患者さんの例のパジャマ着たまんま地下鉄乗っちゃう人とかいるんですってあの散歩に出かけてったらそのままゆっくり街の気配に吸い込まれて。ええ で病院はそれを脱走って呼んでるらしいんですけど, <laughs> どだ, <laughs> だからやっぱりその隔離じゃないけども <laughs>、うん、意識を持って病とというんでねあんまりフラフラというね、はい、そういうのを聞いてところがですもう面です戻ってきてコギーとそのもみ合いやったあと急に食欲がゼロになって<ー>熱が出始めたんですよ。へー でまあ体温計見たら38度ぐらいでまあ一度ちょっとぐらいしか上がってないんで「<ー>寝れゃ大丈夫だつで」食欲はもう全然なくて「いいや」とかつってそのまま寝たんですがまたたちまちお医者さん全員集合へ<ー>そして言われたのは私手術して大体10日ぐらいで退院じゃないかって言われてたんですがちょっと執刀医の方からきっぱりと宣言されたのが退院延期。 がん。結構落ち込んまあいいかこの続きまた明日のお会い頼りでおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです、えー、入院手術をしまして1 2三日目のことでございますが突然に退院延期という宣言がありまして、はいえー、出頭医の方から新しい治療法ちょっと熱が出たということは私が感染症ですね、うん、風邪なんか引きますと手術後にばい菌が入って 手術の傷口とか縫い付けた人工弁のところに、まあ、そのばい菌が感染するともう元も子もなくなるというピンチがということで私の体を抗生剤で毎日洗うという、うん、点滴でね、はい、だから点滴のために注射針を体の中に1本入れてそこから1日に3回抗生剤という液体を入れて私の体を血と一緒に洗うんです。 ばい菌が入ってこない。それを二週間以上続けたいという。うん、長いですね。きつかった。で、プラス。私の右の肺の膨らみの戻りが遅いのよ。一、うん、回手術かなんかだ。ったで、胸を開けちゃうと。気圧の関係で肺の風船が、あの、膨らんで、ま、あの、ありますよね。うん、縮むらしいんです。<ー>それが普通ゆっくり戻るんだけど。膨らみがね、遅いんだ。うん 俺それがねよくわかんないんだけどそれを直すために奴隷奴れ奴隷っていうのかなあの、ね、金属のストローみたいなのをあばらから入れてその胸の開いたところまでその金属を突っ込むわけ。<い>それで、ええ、空気を、えっと、吹き入れるのかな <laughs> みたいなもんです、ね、そ,でそうそうそうでそれを膨らませるっていうのをやるんだゆっくり。って<ー>すごいなと思ったのはこの「以外俺の胸に鉄のストローを刺して肺まで達成させてそこから空気入れるんだろ?」それをやるんだけどあの麻酔使わないんだ、ね、やだ痛いじゃないですか。 穴を開けるんですよね<う>体に。それがな、俺も,うもう自分でもわかんないんで、一滴の血も出ないんだで。なんでだ？血くってしますよーとかっていうながら、ススッと入れるんだよ。<laughs> 血出ないんですか？でな出ななかった。あれはね本当に驚いたな。それともう一つ驚いたのは。 そのまあ、私崎山という執刀医私の面倒を見てくれたその医者が私に抗生剤を流し込むということを決定するで今の病院のすごいのはそうするとあの抗生剤を打つか否か否ののチェックにやってくるのね、うん、あつまりピラミッドで頭のすごくブラック・ジャックとか仁先生がいて命令を下すんじゃないの。うん あるある崎山という医者が武田さんには抗生剤を打った方がいいなって決断するとその崎山の判断が正しいかどうかを抗生剤科の一番偉いお医者さんが確認しに来るわけ<ー>あの。今の病院は相互監視体制で1人にジャッジさせないの。うんはい これ,あれはすごいと思ったなうんだからもっと話をトントン進めると今度俺は抗生剤で全身を洗うんだけどこれがきつかったんだ皆さん愚痴だと思って聞いてね一発目の抗生剤の点滴朝の6時なんですよ、うん、次が昼過ぎの1時、うん、1> で3回目が夜10時3回、はい、だってかな40分から1時間かかるんだぜこれ流し込むのに。<laughs> もうこれはきつかったそして飯を食べる直前と飯食べた2時間後それが朝昼夜1日3回計6回、うん、指のどっかを針で突き刺して血を一滴取って血糖値の動きを見るんだ、うん、つまり少し血糖値が高いからだからもう耳たぶから10本の指から全部穴開いてるし、ええ、奴隷で。 右の胸は鉄のストローが入ってるし穴だらけですねお前から言われたらもうどうしようね <laughs> それで情けないのはその奴隷は空気入れるためにいつも電源でモーターを引きずって歩かなきゃいけない<ー>それをムーンって言おうと一日聞いてんのよ。<ー>でトイレに行く時だけ電源外してもらってーそのコードを首にぐるぐる巻きにしてニシキエビ首に巻いたような感じでトイレに行くわけよ。<laughs> 笑っちゃい,けないけそれでおしっこはむやみに出るわけ今その抗生剤流し込んでるから自尿、うん、剤を飲まされるから、うん、もう出るわ出るわで出たら出たで出たお小水はすぐトイレに流せないでどのくらい出たかを小さなバケツに溜めてリッターで測らなきゃいけないのよ朝昼晩の血糖値が上がった下がったと抗生剤を血管に流し込む。 これはもう本当にくたぶれたなうんそれでも一番切なかったのはだんだん抗生剤を入れるための点滴の針があるじゃんそれをこう入れるんだけど、はい、入れる場所をね2日に1遍か3日に1遍ぐらい変えないとちょっとでも広がっちゃうとダメなの移動させるわけ、はい、とねだんだん打つ場所が右左やっててもなくなってくんのよ、うん その時にやっぱさすがにちょっと八つ当たりしたんだよね誰にですかコギーにまたギにこっちやつ当たりしるコギーかわいそうですねでもねこれその時にしまったと思ったんだけどその血糖値測ってる時に「おめえホン地獄じゃ針山地獄じゃないんだからよ飯食ったら針で突き刺すなんてのは地獄だぜ」っつったらコギーがね別の針にかえて自分の指刺したんだよねえどういうことですかつままりり武田さんんががあんまり痛がるから、うん 毎日自分は針の調節やってるんだって<う>だ痛くない針の深さを今探ってるんであ,あーこぎこいつね本当にいいやつで、えー、その時にやっぱね悪かったなと思ってね、えー、ちょっと切ない入院話もう少し続きますおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですこの看護師え、婦ですねもう看護師って言わなくてもいいや看護婦こぎ こいつほんといいやつでね, <Yeah. S 1> んとねあの病院のあの看護フレンに合わなかったら相当弱気になってるかもしれない食事後2時間後の血糖を測るねその指を針でちっちゃな針で刺してなるべく痛くないできてるんですけどでもやっぱりねその看護レンは的確に血を取りたいから、うん、結構深くズボッと入れるんだよね。<laughs> 嫌なんだよ、これが。食事事だからさ、うん、6回だよ、1日。うん、1> チクチク、チクチク飯食うためびに、指先刺されるから。<laughs> 頭に来て、コギっていう、その、俺、担当のか看護婦に、もういいか、適当に買いときゃどうせ<え>悪いんだろう。ダメ <laughs> って言っメね。当たり前ですね。血糖値を見てる糖尿科の方だって、また薬、ちゃんといいの考えますから、とかっって。 俺空腹時決闘でその時220あったんですね百二十高いんですよ高いですね、うん、でもその時に「まあい二220ぐらいねっつって言ったらコ、うん、ギが自分の指をさしてそれでちゃんとその測ってね「私110です」っていうね、うん、す普通でコ、ねうん、ギと同じ時間にご飯食べててこれぐらい差が今あるから、うん、とにかく早く180以内に入ってくださいやっぱり自分でちゃんと 血を出してこう見せたっていうのがね私にはショックで、うん、でコギーがやっぱり痛くない針の刺し方今研究してますからとかっていうそういうのを現実に見せられるとすごく心配してくれてるんだななんガクッと落ち込んだりなんか、はい、それから執刀医の崎山という、まあ、日本でも有名な心臓外科医なんてありますけどもこの人がねいつもね晩ご飯を食べる7時前に必ずね 一人ででフラリとやってくるんですよ<ー>それで私の傷を見るんですよね。うん、いかかがですかって言いながらねとにかくあの私の体調を聞き続けるでこっちも報告する聞き終わるとこの人は必ず最後の質問で他に何か困ったことはありませんかって聞くんだよね。でそれで返答するとほんのりと笑ってそれはよかった。 っってて言いいなながら帰っていくんだよね穏やかな感じの方で,す、ねうん、でもまあ俺があ,あれだよな有名人だから顔でも見たいんだろうなとかなんか思ってたらとんでもなくて、えー、この先生はものすごい立派な先生でいくつも手術を担当して自分がメスを振るった患者のところ全部歩いてるっていう,、ね、うそれで 大学病院の一番偉い先生がその患者さんを見るとなると大名行列と称したりなんかして古文をいっぱい従えたりなんかしなきゃいけない、はい、それが面倒くさいんだって<ー>だからそういう従える人たちの目を盗んできてるんだってそう,そう裏口からこうやっぱ入ってくるんだろうなうーシーツにこう隠れたりなんかしながら <laughs> <う>騒ぎにならないように本当にしっそりと入ってくるんで、はい、こ,れこれはこの人の全部好意なのかと思ったら。 なんかじーんとししててきたりしてねそれから前にも話しましたね私の胸にできた傷なんですがこの執刀医に手術前に私は冗談でもうどうせばっくり傷入るの分かってたもんです先生かっこいい傷お願いしますよっつった、うん、私前話したよね一回だけ胸部の手術なった女性のちぶさの谷間の胸の傷だと見たことある、うん、非常に生々しい傷でそれんな傷が入るんだなと思ってまあやけくそで。 言ってたんですけどまあそれならそれでもいいやと思ったら還暦過ぎてますからねそうヌードになるベッドシーンとかがねあろうはずもないんでねんいで竹内言うこと絡むとかってのもないでしょうから <laughs>、はい、そしたらこの執刀医が冗談で言うことはこの人は相当気にしてるなということで形成外科を呼んできて開と閉じは頬の傷をいつも塗っているっていう,う形成外科医に委ねたわけよね。 その、はい、その間にまた手術がな難度が高くなったわけですけれどもね、うん、でそれをすごく気にして形成外科医にいちいち報告入れてるみたいなのよへじゃあ徹也さんの胸の傷というのは、うん、割となんとかシンプルな傷になってるんですか見せるよいつかはいちょっと見てみたいです二人でお風呂に入った時でも <laughs> 何でお風呂じゃなくちゃいけないんです <laughs> なんか <laughs> 見せやすいからそっちの方が <laughs> はいうん でもそれはやっぱり傷見るたんびにあのその嫉妬い先山のあの私はやっぱり行為をいつもいつも感じて、えー、おります。はい。あ,あの私はこの先山とか小義とかっていうその病院の一軍の人々と会いながら思ったのは何かというとこういう人たちが。 本当に存在するんだなというねう日本というのはシステム的にもいろいろ問題があるというお前さんはしっかりしてないぞほらまた囚人が逃げ出したぞほら囚人がまた取り調べ室から飛び出したぞなんかいろんなところでメディアが大騒ぎしております日本のシステム全体がその原子力発電所も込みで非常にこう無責任になってるんじゃなかろうかっていう疑いが市民の中に。ただ皆ささん小さなポイントですが私は6週間の あの入院生活の中で病院というとこ,ところでね。ここもいっぱいなんかね。相当ガタが来てるらしいんですが。でもね。皆さんやっぱやってる人は立派な人いっぱいいますよ。俺、それだけはね。もう涙が出るくらい。感じました。あの特にしっとり崎山の。あの、何か困ったことはありませんか？という。あの短い一言の中に彼の？ それとこの人の言葉遣いですねあの武田様にあの不安を与えることなくあの病院としても全員スタッフの力を合わせてとにかく不安を軽減するよう全力を尽くしますとかっていう、うん、あの言葉遣いの中になんかすごくこう。 感動したわけですな。はい、そのちょっとこう思いついたところをまた明日から少しお話していきたいなと思います。はい、この次また明日の笑いとの上で。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷香です、えー。なんかこう病院でお世話になった先生方とか看護師介護師そういう人たちのことをこう皆さんにとど,どんな風にこう紹介していいのかね。うん、分かんないんですが、ただやっぱり立派な人いるね。うん、世の中には。<laughs> 医,医療っていうのはやっぱりこう非常に責められやすい職業じゃない、うんええ、だけどやっぱり立派な人いるよ、うんうん、お俺ねその崎山っていう外科医が気に入ったのはね、はい、この人の言葉遣いとこの人の持ってる容姿を見た瞬間にあこの人だだっったたら殺されてもいいやと思ったんだ、うん、私はまあ乱暴に思ったりなんかするんですが私はねこの,あの崎山っていう外科医に会った時に思ったんですが この人は本当にこう思ってる。どう思ってるかというと、己の消失を持って事業の完成を夢見るもの。<ん>うん、己の消失を持って事業の完成を夢見るもの。はい、これこれはものすごく哲学的な問いなんだよね。はい、うんあのつまりねあの私なんかが いなくなるほど良い世の中になれば良いのにと<ー>この心臓外科医はどこかで本当に私のようなものが役に立たなくなるぐらいみんなの心臓が良くなるといいですねって思ってるんだそうですねうん。うん、あの歯医者さんでも歯の悪い人が増えれば儲かるっていう人と真剣に 歯医者なんか一人もいなくなった方が世の中はいいのだと思いながらけ町医者をやってる歯医者さんっているよね、うん、そういう自分の消滅をもって事業の完成とするというような、はい、そんな人ってなかなか出くわさないじゃない、うん、でもやっぱいるんだよ、うん、この下界の先山ってのはその匂いがしたんだよね、えー、うんそれから看護婦のね小技にしても なんかそういうものを、ね、でそのこ,この今の欲求私の消滅をもって事業の完成とするっていうのは実は親心がそうなんですよね。親<心>かなさんっても子供いるでしょ、はい、そのためにお前はやや親やってんだよ。なんで何のために子育てやってるんだよ。大丈夫というそこを目指してやってるから親の愛っていうのはう、はい、ものすごく尊いんだよ。はい 私がいなくなってもこの子はやっていけるっていう、うん、生きていけると生きていけると、うん、その日を目指してというね、うん、なんかなかこう事故の消滅をもって事業の完成とするというはい今そういう人ってなかなかいないじゃない、うん、ねでもこんな立派な人がいるのだなとで名前だけ挙げておきたいもちろんこれ仮名でありますが私が大好きになった人は えー、執刀医の崎山そして緩、えー、和府の小木菅っちってなりいましたね、はい、えか西寺それ、うん、から栗山府長、はい。本当この人たちは献身的なナースなんでありますがちっとも恩を売らないんですな、うん、それから、えー、昼娘っていうのがいましたよね昼<娘>、えー、この人ねあの3日に一遍ね私の血を取りに来るんですね、うん、試験管3本分ねほんとにね <laughs> すっぽんすっぽん血を抜いていくたです <laughs> また綺麗な顔な顔さっててね採血に来ましたって言いながらね寝てていいですよすっぽんって言いながらね「はい取れました」って言いながら去っていくんだけど <laughs> <laughs> ちょっと申し訳ないですが私のつけたあだ名は「昼娘」っていうね、はい、コギーという看護婦まで来ました今日昼娘」ん <laughs> 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 そんなふうにしていいえ私は入院生活を送ったわけでありますが、はい、まあ 私は食事の指導も受けまして。一日三度で千四百キロカロリーでした。ああ。千四百って案外少ないですよね。あら、やっぱ病院じゃ大したもんだな、あれ。うん、私みたいに食事の療法も大事な人は。本当にご飯作る人がちゃんとそれに合わせてくるのね。うん、で塩分五グラム以下。はい、もう皆さんに見せたい。 朝、ね、もうすかすかのパンと牛乳1本とくず野菜くず野菜としか言いようがないんだあの別のおばあちゃんうさぎの餌って呼んできましたけど <laughs> それと目玉焼き前話したっけ<え>もう目玉焼き見事だよ目玉焼き油で焼いてないの<ー>目玉焼いてないんですねあの黄身と白身を別々に一回しといて蒸して目玉を焼いてるみたいなそんなに手をかけてくれてるんですかそう,そうなんだけどもうサッ やっぱり美味しくないんだ手をかけて、はい、あのねあれみたいあのカラー印刷したやつをハサミで切ったみたいなふるまやきなの <laughs> 立体的じゃないんだ <laughs> それが朝食から優、はい、はどんなものを食べてたかこれちょっと書いてるな「はい、強烈な思い出」って書いてますね「はい、11月に入ってある夜の夕食なんと豆腐が出た<う>豆腐が出たのが驚きだったんですよ。 大きさは<お>なんと8丁分の 1, 1そうそうそう、うん、それが醤油付きで出たあ醤油も出たところがその醤油はもちろん塩分抑えめだからそばつゆみたいな薄いやつ<ー>口に入れた瞬間に叫んだうわって <laughs> うまかったって書いてあるほんとに豆腐うまかったってでいい書いてるななんだ俺だこれ <laughs> ほんとによっぽどしかったんです、ね、ん

来週も行きますかいやでも皆さんもなんか飽きたでしょ大丈夫、はい、じゃもうちょっと続けています,ますかね入院生活ね、はいはい、じゃあ退院までお付き合いください <laughs> あなたも入院患者はいそれではまた来週も入院生活でお会いしましょうおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷加奈です病院のね生活の話をしておりますがちょっと不思議なこと まあ不思議でもないんですがあのちょっと面白いあのことが起こりまして入院生活を送っておりましてです、ね、ある日のことですけども本当にある日のことですけどもレントゲンをとにかく3日に1回ぐらい取るのかな、はい、それで、えっと、レントゲンを取って骨のつき具合ですね除骨を割って心臓の手術しておりますからそれのくっつき具合を見る。 えっとその時は車椅子じゃなくて自分で歩いて行けるようになってたんで行ってエレベーターに乗った瞬間にエレベーターの一番奥にいた人が「武田くん覚えてる!」って言うんでね、はい、どこの人だろうかコンサートかなんかで会った人なのかなと顔を見てたちまちその女性ご婦人の顔を思い出したわけですが何のことはない私が。 健康ドッグの方で、人間ドッグの方でお世話になり、私の心臓に障害があるということで、障害を発見してくださった、私の病の発見者である、楠木先生。はい。ジョイさんが、エレベーターの中にいらっしゃった。うんしかも、驚く中で、その楠木先生、パジャマ姿。はい。つまり、 先生入院してらっしゃる格好なんです。はい。もうこれは驚きましたね。えーえー、7年前私の病気を発見した女医さん。その主治医の女医さんに私はばったり会ったわけであります。この方が、このご婦人が、聴診器で私の不整脈を聞いて当てるんですよ。大動脈に。 ちょっと異変があるっていうの。聴診器でわかるもんなんですねあのやっぱりこうね今腕を叩いておりますがそれが相当聴診器の腕前があるみたいう,うわーっつっても抱きつきましたよもう先生も抱きついてくるし、はいえー、でよく考えてみて変な話でね、うんうん、その先生から言われてずっと病と一緒に生きてきて今入院してるわけでしょ行った先生がなんでパジャマ姿でっつったら え先生その学校は私の心臓病なっちゃったみたいなね<ー>これはもう本当にそして驚くながら私あの一般病棟移って個室と言ってましたが、うん、その私のかつての心臓病の主治医は私の部屋の隣だったんですよへえー、それ不思議な縁と言ったら変ですけどほんでの楠木先生は「明日退院」っていう、うん、これから荷物まとめるわっていうんで、えー それでもうおめでとう言いましてそれで次の日やっぱエレベーターまで送りに行きました、うん、楠木先生を「はい、うん楠木先生今日はあれですね退院したらタバコくわえてシャンパンで乾杯ですね」って言ったら「冗談言わないの!」とかって言いながら <laughs>、はい、怒られましたけどでもやっぱりあのしみじみとおっしゃいました今どう思ってるか知らないけどきっとここであの手術したこと間違ってないから。うん 「この後の人生であなたきっとそう感じるからもうちょっとブーブー文句ばっかり言ってないで、うん、辛抱して考えてね」とかなんか言われて「あかってあせや」って言いながら先生見送ったわけですが、はい、かつての主人は聞来てねエレベーターの陰に消えていったわけでありますがまあしかし不思議な再会でしたなだって楠木先生がいなかったら、うん、もしかしてちょっと人生違う方向にいってたかもしれませんもんね。そんなこともやっぱつくづくづ 考えましたよねこの先生が見つけてくださったら相当無理をしてるだろうし多分日テレの「100キロマラソン」は出てるんじゃないかなと思うんだよな「俺のことだから体に自信があります」とかって言いながらああいうの全部やっぱ諦めたのはその楠木先生の診断があったからですから依頼があったんですかまあねドーバー海峡か100キロマラソンかみたいなそんなのあったんですねへえ不思議な。 でこの辺りを挟みましてまあ、ちょっと病気の話も何でありますが私はゆっくり体力を回復していきますそれでまあ先生の許可もいただきまして院内だけの散歩で体調がいい時は時々外へこれもちゃんと小木経由で許可を取るようにしまして、はい、でもう一個嬉しかったのはリハビリセンターの方から「おいでと」とリハビリそれで自転車小ぎを。う 「ここの先生が面倒見てくれるんで」って言うんでこのリアビリセンターに行くと今度はあのー、心臓のところにちゃんとケーキをつけて、はい、心拍数がむやみに上がってないかどうかをリアビリの先生のチェックを受けながら好きなだけこいでいいっていうんで、はいえっと、私は月金でリアビリセンター通っておりましたが「よくこぎますね」うん、よってやっぱ好きなんだね。 リアビリーセンターで自転車こいでで部屋に戻る時がとっぷり火くれてるんだで俺なんか気楽な方だからリアビリーセンターでも病の現実は見るわけよ、うん、もう本当に手足の不自由な子がギブスと懸命に戦って格闘したり、えー、それからけだもののような声を上げてストレッチやっているあの、うん、男の子か女の子か分かんないんだ丸坊主なんで、うんうん、そんな子の後ろ姿を見たりした、うん、し。 それからもう一つそのリアビリセンターで別の大学の工業部と病院がドッキングして農家なんかにベルトを巻いて技手なんだけどもロボット技手脳で命令するとロボットの手が閉じたり開いたりするっていうようなそれももう進行してるんだってだから非常にヒューマンな人間たちの努力とそれから あのロボットスーツみたいなものの開発と<ー>なんかそれはね奇妙に充実した日々でした<ー>で元気になって病院内をうろうろ歩けるようになってまたやっぱり病院のね多角的な面白いところを発見した<ー>、まあ、この続きはまた明日にときましょうかね。はい、こののまた明日,のあ日の上で おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。東京都内え、心臓の弁の方の故障で入院しておりました。えー、もう入院も2週間、3週間ぐらいになりますと、だん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 患者としても貫禄が出てまいりました。はい、で、まあ、その、弱々しく歩けないとかっていうことじゃないんですからね、私の場合はね、えー、感染症をただただ恐れて、点滴を打つという入院生活でありますから、えーまあ、治療はとにかく、もうその頃は1日、 1> 1回だけになってあの抗生剤流し込むのも、うん、あの腎臓がだいぶ下手ったっていうのもあったんでありますけども、えー、量も少し減ってまいりましただからたっぷり自由時間があるもんですから病院内を暇の時はうろうろと、うんうん、でやっぱりそこで商売柄でありますけどもやっぱりウォッチングしちゃうんですなヒューマンのえー、えー、私が入院しておりました心臓病棟ここのおガラス扉門が開きますのは朝の7時でございます 7時にその扉が開きます。7時と同時に1回待合室にダーッとこの外来の人たちがやってらっしゃいます。お気、はい、の毒と言いますか、我々は入院患者ですから泊まり込みな、うんで、外来の方は大変なんだな。混んでますよね。混んでますね。ええー。それで7時と同時にやってらっしゃる。うん、相当遠いところから。で さん大体外来でその重篤な病これからこう治療したりあるいは発見するための検査を受けるとかっていう方々は弁当持参だって23時間待ちって当たり前で来てますもんねそうそうそうそこの病院はやっぱり考えてみたらすごく心臓に関してはすごく優秀だったんで、はい、日本中からやっぱ患者さんが集まるみたいでしたねでね皆さんそれなりに病の服を背負ってなんですが 1> 1個だけ、ね、ちょっと見て感動したのはねおじいさんとおばあさん、はい、これから相当カテーテルとか何とか含めて相当複雑な検査が待ってるんでしょうおじいさんの方ですな患者さんは 2>,、はい、2人お弁当食ってらっしゃる7時20分ぐらい、はい、ポットのお湯で味噌汁作って、えー、もう仲良さそうに朝ごはんをそこで済ましてらっしゃるんですなソファーの上に正座してらっしゃるから、はい、ちょっと相当田舎からいい で私はそのご,ご夫婦に目がふっといったのねあまりにも幸せそうだから、うん、でねおばあさんがね「いいねよかったねこの病院でね」っておっしゃって、うん、暖房効いてるしほらじいちゃんソファーあるんだからってほらそれこのお二人はどんな病院からいらっしゃったんだろうと思ってね、えー、ソファーがあるだけで嬉しいとそれ、うん、から患者さんがたくさんいる だからもう朝7時から次々に逆位をきた先生たちが聴診器かなんか首にぶら下げて続々と手術室に向かったり病室に向かったりしてらっしゃるというそ,そういうその病院のとある活気が頼もしく思われたんだね。はい、とおばあさんがねおじいさんに向かって「治るよ心配だね治るよ!」っておっしゃるんだけどそれがいいんだよねんともはや 医療を受けられることそれだけで嬉しいんだというご夫婦をこう見た時にこの方が普段住んでらっしゃる地方のあの医療所のねわびしさ寂しさをこう思いますとそのなんかこう本当に横にこう座って喜んであげたいくらいので同じその病院のその心臓外科の病棟の1階なんですけど待合室なんですがこれが、ね、夜はね7時に閉まります。 とねその7時を挟んで近づく時刻になって全く別の人種の方々が今度その待合室にびっしり最初それを私勘違いしてた皆さん同じ格好健康そうな背広姿の若者でひどい時は10人以上20人近くパソコン広げてでいちいちマナーよく携帯で連絡を取る時はスッとこの。 廊下の奥にに入られたり外に出てられたたり外出なんかして<ー>ええいやまだえこれからなんですけど接触の方はとかなんかね<ー>スパイ大作戦風な会話を。接触あったのか先生と,かとかってすごい険しい顔つきの上司がやってきたなんかして<ー>なかなかねそこだけ本当に東芝日曜劇場みたいな,なんかそういう感じがするんで朝 <laughs> とはえらい違う人たち最初見た時にどっかの。 会会社の会長さんが死にかかってて下に社員の方とか広告代理店の方がまあ死んだらすぐ葬式の手順を青山葬儀場で打たねばならないというようなことで出入り業者の人たちがもう黒服ですでに準備万端で詰めてるのかなとどうも違うんだわそれじゃないんだやがて分かったとある先生がエレベーターで仕事を終えて 2階の ICC あるいは手術室から出てきて1階のロビーを通って表に帰ろうとするときに6人ぐらいのその黒ジャケツがバッと囲むの。<う>いかがでした先生あれかなりねいやうちとしてもね何のことない医療機器のセールスマン。<う>それが各担当の先生方の下校時間を待って んんでるんでるすだからやっぱりそん時思ったのんそして私が息を呑んだのは彼らの大半が私があこの人いい先生だなと思った「心外の崎山」っていう執げ医を狙ってるみたいな。ですあの嫉妬医はただもんじゃなくて画期的ななんか心臓に関する機械の 発明と研究を今やっぱりその病院って面白いなと思ったのは医療の切なさもあればあるいは企業の最前線の躍動もそこには、うん、そしてまた別の側面もあるんですがそれはまた明日の続き<あ>ということに、はい、いたしましょう。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。病院の風景でございます。典型としてね、病院スケッチを行って、えー、おりますが。はい、さあ、次は昼の時間の話でもしましょうかね。はい、昼。はい。大親友のナースのコギー。ね。えー、コギーが私の病室にやってきます。歩きました今日は5000歩ぐらい。とかなった言いながら、確認で、おー、5000歩歩いたよ。っていう。いや、昼ご飯食べる前にどうす少し、あのー、あれですよ。 レントゲン室行ってまた3日に1回の除骨の検査だけでもやってきてもらってください。行ってくるわ。武田さん、今日はあのあれ、車椅子で行って。いやいや、もう歩けるから大丈夫だよ。うん、違うの。この人、働きたがってる人だから。 根性あるから鍛えてやって、武田さんの顔見たいって言ってるから、うん、顔見に来るの失礼だからなんか手伝えっつったら車椅子を押すっていうから今日はちょっと病人になった気で車椅子をさせてやってください。うん、紹介された青年がおります。小技が顎でしゃくって根性ありますから、小技はえー、っと看護師なんですね。ええ、もうめんどくせなこの言い方看護婦でいいんだよね、ええ、本当に、ええ、でその小技が私に紹介してくれた。 20代前半の若者は介護士、はい、もう今いろいろこう改革が進んでてねこの国もねコギーなんかもそういう意味ですごく勉強してるんだろうけどこれからは相当医療が大変になるぞと人数が少なくて年寄り増えるそうするとあの腕のよくて修行しっかりしたあの看護婦さんたちが、うん、こういう薬に飲みなさいって指示ができるように、ええ、そういう意味でコギーもすごい勉強してて私の入院してた あの病院はもうみんなそれで燃,燃えてるんですで、うん、彼女たちの中にはこの東京都内の病院で修行して地方に帰ろうっていううん、うん、やっぱりお医者様と半分ぐらいの力をやっぱりね日本の看護婦さんたちって優秀だよ献、はい、身的だしでそのコギーが紹介してくれた介護士の青年もそうなんだ。 お兄ちゃん出身どこだ?」って聞いたら「僕福岡です」って言うの、ね、<ー>あそうかい」っつって、えー、でそのたまたま聞いてたら住,住んでたところも近くて、えーあ「俺は君んちのすぐ近くの教会で女房と結婚したんだよ」みたいな話を、えー、でずっと彼と話しながら、まあ、レントゲン室にあの行って、まあ、その行き帰りにこう世間話をしたんだけど「あの東京暮らしどうだ?」って感想を聞いたら「勉強になります」って言う。 たままんななく勉強になりますとこの青年がやっぱり心臓関係に強くなりたいいらしここからはちょっと不謹慎かもしれないけどその彼の口を借りるとね「東京いいですね心臓病の人多くて」って言うんだよね何か <laughs> <laughs> ねやっぱね緊急を要するわけでしょ心臓病ってのは。でねやっぱねカ数踏まわないとダメなんだって。うん、もうね もももう人人でも 2, 人でも見ときたいんだってだから心臓病が多い東京って彼にとってはもう宝の山らしいのよ。で彼はねあの昼間は介護士としてそうやって病棟間の,あの病の人を運ぶっていうことをやるんだけど夜ねご厚意で昼間頑張ってっからあの救急病棟に回してもらえるんだって。いいや大変でもこれがすごいもうね 毎日心臓病の人が救急車でやってくるからうもう勉強になって仕方がないんだってで、東京のこの病院にいると全ての心臓病のパターンが短期間で全部学べるんだって自分さえ眠らなければううんんだ,だからものすごく今充実してるんですっていうのうれしそうに話すんだよな、はい、でおめえ将来はつったら 博多に帰って、うん、博多でもう一回修行やってもう今キャリア積んでるから和、えー、心臓病に関しては得意ですっていうのを腕に叩き込んで離島関係行きたいんですって言う、ね、いやいなヘリコプターでバーンと飛んで、えー、島で心臓病やっぱりあの専門化してるんですね、うん、どうも心臓だっていうときに お前だって名前を名指ししてもらえて東京で修行しましたっていう手を真っ先に挙げてっていうねなんかそういうキャリアを自慢してヘリコプターで飛んでってほんで緊急手当てをしながらどこどこ病院にこの人を運ぼうっていうような離島関係それも南行きたいんですよっていうからやっぱり彼は沖縄関係とかね種子島とか対馬とかそういうところで働きたいんだろうね。夜も緊急の 救急車で運ばれてくる心臓病のせ、あの人を。こう面倒、あの、それ見れるんで。もう本当に、もう、もう眠ら、眠れないぐらい勉強になるんですって。へえ<ー>。ほら、そいつとこう、ガラガラガラって、レント検出に行きながら。<ー>そやつの顔を時々、こう首ねじって見上げたんだけど。その青年がさ、あの、緊急救命士。 というライセンス狙ってるんだよ、えー、なんかねその時にやっぱ立派なやつっているなと思いましてね、はい、その時につくそく思ったのはあの世の中制度ではないですねこういうシステムを作ればうまくいくとシステムじゃないですねシステムってのは所詮建物ですね、うん、システムってのは所詮車椅子のことですね、うんうん、私はその青年を思ったんですけど やっぱりね車椅子何台あれば病,病人が楽をできるって話じゃないんですよ進んで押す人が何人いるかっていうことで、はい、本当は医療というのは充実する日本というのはそういう意味じゃ明るいなと思いましたね、はい、日本の医療は、ええ、コギーとこの若者だけで私は十分に日本は明るいとそう思ったわけでございますがね。いつか つやさん種子島で、うん、その青年といいよな再会しちゃったりなんかしちゃったり心臓病で倒れたらバッタリなば <laughs> ったりないいよ倒れがいがあるよな <laughs> なんつったりなんかしてこの続きまた明日の笑い太郎上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷加奈ですえー、昨日はあの介護士の青年とねあのレントゲン室に行ったという、はい、私が通っておりました大学の総合病院のおレントゲン室、はい、ベテラン1名若手3名 この4人でチームを作りまして「はいキスってはい止めてくださいはい終わりました」っていうね、うん、これの繰り返しでレントゲンをもう毎日長蛇の列の患者に向かってこうやっぱりさばいてる人なんでありますね、うん、えー、チームのベテランの方は私と同世代の方そして、えー、若手3名は20代から30代ぐらい こう一番の若手の方はレントゲン室に入りつつその機材に患者の体をどうくっつけるのかこう指示して、えー、レントゲンのエクセ線ですかあれを照射する瞬間は廊下へ慌てて駆け出して避難しまた戻ると「終わりました」って言いながら。なんかあのレントゲン室の若手とかベテランの顔を見,見てるとなんかねいつも機嫌いいんですよね。うんいあの病院医療の中で唯一 苦痛と付き合わなくていい。あ、そうか。うん、うん。あの、血を採血したりしなくて、うんうん、ということなんで。痛みがないですから、ね。だから、うん、患者も。並ぶ患者さんも、うん、リラックスしてるんだよ、割と。はい,はい。痛い目には合わないから。うん、で、そのことを、レントゲン室のベテランは知ってるのね。うん、だから、リラックスさせるんだよね。うん、ここではほっとしろみたいな言葉を。レントゲン室のおじさんは、いつも書けんのよ。 あのこのおじさん、まあ、おじさんちっちゃなんだけど俺と同世代の人だったけどなんかもうレントゲンで見ただけである程度分かるらしいんだよな「<ー>武田さんこれは退院近いわな」とかって言ってそうなんですか。<laughs> え本当?」とか言った「あいけね行っちゃった」とかの言いながらね、うん、まあ先生にいろいろ相談してみて、うん「これはでも退院だな」とかなんか言いながらね <laughs> ね、重篤なそのつまりいろんな患者さんがいて俺らは立って歩けてでも車椅子の人もいるわけだからそれからベッドごと入ってきてあるパートのみレントゲンを取らなければならないとかそれから部屋まで行ってレントゲンを取るとかっていう、うん、なんかそういう仕事もなさってるんだけどやっぱり絶えずやっぱり彼らが明るい声であの勤めてるのを見ると。うん 誰かがやらなければならない仕事を俺たちはやってるんだっていうね、はい、うん放射性物質は怖いけどそれが医療の,の,での時はもうそれがないと本当に困るわけだからねまあその病院にいて、まあ、体が私も不自由なわけですよねで一番はやっぱお風呂でーえっと ちょっと申し上げましたようにこう点滴するために体に注射針がいつも入ってる状態でだからそお風呂入る時はサランラップで巻いて<ー>でサランラップを巻くのは小ギ以下の看護フレンの仕事なんで、うん、注射針刺さってるわけですから一滴でも水が入るとえらいことになっちゃったりそのお風呂のお湯が汚かったらそこから感染症がっていうのこともあるわけだから、うん、もうぎゅうぎゅうに。 若手の20代のスガッチってのがもう血が通わないぐらいきつく巻くんだよなもう23回ついたことありましたけどな「<laughs> スガッチきついよ」って言いながらでそれを巻いてほんで私は胸に傷があるもんですからそのお風呂には入れない湯船に浸かれない湯あのもう浸かるだけねお尻を下ろすだけ、うんあえー、それをあ,のありがたいことに女房がやってくれましたよ、うん 痩せた私の背中を女房がチャボチャボとゴシゴシこすると傷に触るかもしれないからシャボンを立てて撫でてましたよね、えーえー、でその時に痩せたえた、ー、私の尻と肩の後ろ姿を洗いながらやっぱあの女房も何かを思ったんでございましょうねポソッとあの「いつかこういう日が来ると思ったんだ」って言うんだよな <laughs> <ー>そうか 珍しく2人でな忙しかったから話す暇もなかったけど、うん、ポソ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 お互い世間話してなで「あんたとも長い付き合いになっちゃったね」とかって言いながら、はい、あ話すと「本当ね」っていうのだけど私はねあんたと結婚した時思ってたのよ教会でやってたもんで、えー、結婚で女房が「あのほら牧師さんが昔言ってたじゃないこれからあんた方夫婦になりますか」っていう。 その死が二人を分かつまで病の時もっていうあの病の時をっていうのを牧師さんが言った時に私はねあのまだ21歳の,あの本当女の子だったけど私はあの時はっきりねの頭の中に思い描いたそれはね痩せたあなたにおむつしてる自分それを目指してここから歩いていくんだってね。 あのこうやって痩せたあんたの肩と尻洗ってるのは不幸じゃないっていおしめの手前まで来たという充実感があるから <laughs> <laughs> いよいよ,いよいよいいとこまで来たぞって私は思ってるのよっう、はい、あそうかいっつって言ったの私はあなたとあの今の人たちとは違うかもしれないけど幸せなイメージは一つも浮かばなかったっていう,うお互いにそうだなっていう話をしたのね、えー、私もそうでした やっぱり女房は若くて若い時は可愛かったけどこれもボロボロのババアになるんだなと思ったのね <laughs> <laughs> だけど、まあ、この女だったら、まあ、ボロボロのババアになってもいいかというね、はい、まあ今の人たちと違うのは幸せをイメージしないのねああそうか最悪の不幸をイメージして我らは一緒に夫婦となって歩き出したような気がしたんで。うん と、女房が、もうおしめまであと一歩っていうね、だいぶ目標に近づいたわった時は笑ったね、思わずね。そう思ってくれると、あとは楽だわな。<laughs> あ、時間いっぱいになってしまいましたね。はいはい、入院生活も着々と。そうです。退院の日がゆっくりと、そんなことしながら近づいてきて、ということでございます。明日はいよいよ退院でございます。この次また明日の退院の日まで。 おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷です入院したのがちょっと細かく言いますと10月の13日でございますね手術が10月の21日驚く中で10月の21日死んだ母親の命日その母が死んだ日に手術室に俺も入るかと思いますと。 なんか麻酔か何かかけられてると母親が幽霊になって会いに来るのかなと思ったりなんか、うん okay. 女房はそのことすごく吹きつがりましてやっぱり怒ってましたねなこと言わないの、うん、お母さんがあなたのことおいでおいでするわけないでしょ、はい、で経過が良かった執刀医が思わず「あれタレさんもしかすると退院は11月15日ぐらいになるかもしれません、うん、ドキッ 11月15日おい坂本龍馬の命日じゃねえかうん、うん、ところがお話し,しましたように私はちょっとその数日前から熱を出してしまいまして退院延期と先誓られた日が11月の15日もうがっくりいたしまして、はい、さあ月日は流れましたあ入院6週目に入るそしてもう突然であります筒井というドクターこれが、えっと、入院生活ですな。入院生活の方の 執刀医でございます筆頭は崎山でありますが筒井という主治医がいましてこの方が11月の25日突然夕方やってきて言った言葉が「腎臓だいぶ戻りましたねと」とここまでくればとりあえず感染症の器具も通過したと言えますと、はい、明日26日でやるべき治療は全て終わります、うん、どうなさいますか どうなさいますかも何も <laughs> 退院の見事のりが私に下ったあげるから。はい。じゃあ先生って言と、はい、もう明日最後の治療した後は武田さんの医師に任せます。うん、もう一晩泊まっていくのもいいし、もう次の日に退院ということでもそれでも構いませんよっていう。もう嬉しかった。 ただ申し訳ありません先生病院はもっともっと痛いぐらい素敵なところでありますが一応じゃああさって退院ということでっていうんで、はい、退院を決意するわけですな。えー、そんで、えー、いよいよ26日になりましたそ,れで、まあ、その26日の時にその,にの,あの府庁の方から退院にあたっては執刀医一番の責任者執刀医崎山の方から退院後の処注医っていうのはあるから。 浮かれないようにと <laughs>、うん、入院の主治医の方からはもうあったかもしれないが執刀医の方から一番大事なしょ医があるんで十一11月の26日来ました執刀、はい、医が、はい、あのちゃんとメモ用紙を置いて女房を横に座らせて今後注意すべきことをコンコンと <laughs> それで月曜日退院しますか、えー、一晩ゆっっくりなさっていや 明日もしちゃおううかと思うんですそしたら「明日ですか明日私はちょっと仕事があるんでお,お会いできない可能性がすいません写真1枚いいですか」って言いながら <laughs> あのクールで立派な崎山執刀医が「携帯携帯」って騒ぎ始めまして「<laughs> ちょっと待っててください」って言いながらカメラを撮りに行ったんですよね。へ もうそれから大騒ぎもう横で聞いてたコギースガッチが大笑いするんですね、うん、走る崎山執刀医を初めて見たっていうね <laughs> もう転ばんばかりの勢いで行ったらしいんです、はい、それから写真大会でももう楽しかったね大笑い、はい、みんなで写真取りやっこ <laughs> それから給食をずっとプレゼントしてくれたお母さん方にも お礼を言いに来まして、はい、それでそのお礼を言ってる時にはまたナースステーションの方から特別に呼び出しがあってちょっと一度揃ったんで一枚写真を撮ろうっつんでコギスガッチ西寺タン一斉にで今笑ったとか今私目つぶったかもしんないでもう本当に心「新外 B4 廊下ナースステーション前」もう大笑いの笑い声が満ち溢れまして。 そそれこそ私の退院の勝ち時となったわけであります、はい、翌27日午前のことでございました風は冷たい初冬の気配関東の空雲の切れ間から水色の空あり新外 B4 から出てきて、えー、病院の連中と別れまして大学病院を出たわけで、えー、ございますけども病のターミナルからいよいよ私はあ自分の足でまた人生を旅することにと。 その時にはっと病院を振り返りました思ったあ思いはと申しますと多分あの人たちに出会わなければ私は死んでいたかもしれないと、えー、出会いを本当に感謝しつつまた歩き出したわけでありますすっと女房がやってまいりましてお母さんの命日に手術をしてもらって龍馬の命日に退院はできなかったけど今日11月27日 あなた何か忘れてるでしょうという、はい、ええー、と言いながら二三歩歩いてあっと思い当たったのが実はその日節子と私の結婚記念日が11月の27日で、えー、ございまして、うん、よりによって龍馬の命日でなく母の命日でなく結婚記念日に退院できたということが、はい、なんだかこの病のターミナルの 出発日にはもってこいの日になってしまったというその偶然をつくづく考え込みました女房にはそのことを急に言うとまたテレクサインで不手っくされて不良っぽく言った言葉は深呼吸しつつああ、シャバはいい大きなネタではございました来週はまた別のネタで極限伺いたいと思います、はい、この次また来週のまな板の上で部屋に戻る時がとっぷり火くれてるんだ で俺なんか気楽な方だからリアビリーセンターでも病の現実は見るわけよ、うん、もう本当に手足の不自由な子がギブスと懸命に戦って格闘したり、ね、それから獣ののような声を上げてストレッチやっているあの、うん、男の子か女の子か分かんないんだ丸坊主なんで、うん、そんな子の後ろ姿を見たり、うん、あのしたしそれからもう一つそのリアビリーセンターで別の大学の工業部と 病院がドッキングして脳かなんかにベルトを巻いて技手なんだけどもロボット義手、うん、脳で命令するとロボットの手が閉じたり開いたりするっていうようなそれももう進行してるんだってだから非常にヒューマンな人間たちの努力とそれからあのロボットスーツみたいなものの開発と、うん、なんかそれはね 奇妙に充実した日々でした、うん、で元気になって病院内をうろうろ歩けるようになってまたやっぱり病院のね多角的な面白いところを発見者まあこの続きはまた明日にときましょうかね、はい、この次また明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。東京都内心臓の弁のほの故障で入院しておりました。えー、もう入院も2週間3週間ぐらいになります。と、だん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 患者としても貫禄が出てまいりました。はい、で、まあその弱々しく歩けないとかっていうことじゃないんですからね。私の場合はね、えー、感染症をただただ恐れて点滴を打つという入院生活でありますから。えー、まあ、治療はとにかく、もうその頃は1日。 一回だけになってたのかな、はい、あの、抗生剤流し込むのも、うん、あの、腎臓がだいぶ下手ったっていうのもあったんでありますけども、えー、量も少し減ってまいりました。だから、たっぷり自由時間があるもんですから、病院内を暇な時はうろうろと。うん、うん。で、やっぱり、そこで商売柄でありますけども、やっぱりウォッチングしちゃうんですな、ヒューマンの。えー、えー。私が入院しておりました心臓病棟、ここのおガラス扉、門が開きますのは、朝の7時でございます。 7時にその扉が開きます。7時と同時に1回待ち合い室にダーッとこの外来の人たちがやってらっしゃいます。お気の毒と言いますか、我々は入院患者ですか泊まり込みなんで、外来の方は大変なんだな。混んでますよね。混んでますね。ええー。それで7時と同時にやってらっしゃ、うん、相当遠いところから。で さん大体外来でその重篤な病これからこう治療したりあるいは発見するための検査を受けるとかっていう方々は弁当持参だって23時間待つって当たり前そこの病院はやっぱり考えてみたらすごく心臓に関してはすごく優秀だったんで、はい、日本中が心臓の方の手術のために入院をという10月の13日に入院いたしましてそれから1週間検査ばっかりの日々が続きました。うん で、その検査ばっかりの一週間ですが、その日々の中で一週間で、私は思い知りましたのは。その私の手術に関しまして、お医者さんの種類の多さですね。これ全部、お医者さん来ますよ。えー、あの挨拶とか、私を見に。はい。ね。その数の多さ。まず一番最初にお会いし,しましたが、心臓外科医この方が来ますね。はい。カテーテルの方がいらっしゃいました。はい。これは、動脈かな、静脈かな、まあ、そういうところに。 糸みたいな細いやつを入れて、うん、それで血管の修復をしたりあるいは血管系列から病態ですね私の場合はあ,のあれを見るんですねあの心臓の便の具合を、ええ、これカテーテルそれから麻酔科の人が来ますそれ、ええ、からえ糖尿私血糖値高かったから糖尿の先生もやっていく、はい、輸血の方が来て、ええええ、歯のお医者さん来るんですから。は,はい ええ、そうなん、ね、あ,あの、あれですよ、歯ですよ。歯を全部治さない限り、手術やってくれないんですよ。そんな関係性あるんですか。いや、あるでしょう。<ー>あの、私はこれ以降ですね。あのある薬を一生の飲まなければならないんですよ。うん、はい。その薬を飲みますと。血液の流れは良くなるのはいいんですが。今度は出血した場合、血が止まらなくなるんです。ですから。 歯の治療が簡単にできなくなるんですよ。そうか。はい、そういうのもあるし。<ー>でも、あの、あの手術の前は全部歯は治さないと。<ー>あの、メス入れてくれませんよ。<ー>それから形成外科です。はい。普通は執刀医が縫うんですけど、うん、私の場合は形成外科医が縫うことこれはまた。後でお話しします。はい。今話しておいてもいいか。はい。今話しておこうか。はい。ね。これはですね。その、心臓手術。 結構あの傷口を脱ぐでしょ私ね不思議なことにねそういう運命にあるんでしょうね心臓,心臓手術やった女性の傷跡をね見かけたんですよ。<ー>で,、うん、で私それチラッと見てあこういう傷がつくんだなと思うだけどもうほらもうベッドシーンもないだろうしさ愛人,愛人もいないしないベッドシーンもないだろうし。<laughs> ねまあ、そういう思いもあってその崎山っていう外科医に俺がちょっと強がったのよ、うん、先生悪いけどかっこいい傷入れてくださいって言ったのよ<ー>そしたらねこう崎山って優しいんだなこの人の職業が俳優であるっていうことを医師団として忘れてはいけないと、うん、だからなるべく傷が残らないあの、まあ、分からないようなベストって、うん、それでえ<う> 入院してこの段階一般病棟を移ったのもう2週間ぐらい経ってるのかなとに,とにかく10日ぐらいかなその時にハタと気がついたそれはタバコを吸ってないんですよおおまあそうですねうん、まあ、忙しくて忙しくて <laughs> あれ俺タバコ吸ってないなと思い出してその次に思い出したのがあれ俺酒一滴も飲んでないやという。う 長い長いね人生ではございますがお酒、タバコがないという夜を迎えて平気で眠っているというのはやっぱり20代過ぎからの初めてのことで、うん、40年ぶりに私は成人式前に戻ったよっ、ええ、ちょっとあの面白くない話かもしれませんがゆっくり話していくうちにちょっと思ったこともございますので、はい、いい話も出てくると思いますお付き合いくださいませこの続きまたはさらばらいたの上で おおおははよよううごござざいいままますすすすす田でで水谷香です入院生活の振り返りり返をやっておりますあまり楽しい話ではないかもしれませんがいっぱいねあの書いとるんですがそのつまり「入院中には我が体に起こったことなんかをね眠れぬ夜のことだが、えー、女房が頂き物の,の果物の皮を食べやすく整えて冷蔵庫のタッパに収めていた」というその冷蔵庫は今度は個室であったものですから、はい、これはブドウだったですよ。 結構喋っておりますが福山雅治君から頂い,いた果物の詰め合わせのセットで皮をむいたぶどうがタッパの中に入ってて、うん、それは夜思い出したんですよ、はい、女房が帰った後でそれでこの福山君から頂い,いたぶどうをね一粒口の中に入れてもうこのぶどうがうまいのなんの <laughs> あのー、手術したばっかりの体で受け付けた食べ物というのはこのブドウこれ甘さがねでね他のね人工甘味料ダメなのよ。まるまる成果が出してるフレッシュオレンジジュースとかねなんとかレモンとか全然ダメなの。のの砂糖の味がするのよまず<ー>アンパンパ食えなかかったからね えー、あんパンもやったんだけどあんパンもね薬の甘みの匂いがするでねそういうのが一切しないのはやっぱりね果物でした果物の甘みっていうのは変わらずに甘いんですでコーヒーがもう砂糖を入れると全然美味しくないの砂糖に敏感に体がだから自然な状態に戻ってるんでしょうねきっとねでしょうねだって福山ぶどう一粒食べた時覚えてるんだけどあんまりにも 甘くて23、えー、<laughs> 回かんで「あーああああ」えー、って言いながら噛めなくなってんの顎が痛くて、えー、あまりの味の強烈さに、えー、んそれぐらい美味しいんでも、うん、歯の悪い人が増えれば儲かるっていう人と、うん、真剣に歯医者なんか一人もいなくなった方が世の中はいいのだと思いながら町医者をやってる歯医者さんっているよね。うん そういうい自分の消滅をもって事業の完成とするというような、はい、そんな人ってなかなか出くわさないじゃない。うん、でもやっぱいるんだよ。のの山っていうのは、うん、その匂いがしたんだよね、えーうん、それから看護婦のねコギーにしてもなんかそういうものをね。でその こ,この今の欲求私の消滅をもって事業の完成とするっていうのは実は親心がそうなんですよね。親<心>かなさんっても子供いるでしょ、はい、のためにお前ややや親やってんだよ。なんで何のために子育てやってるんだよ。大丈夫というそこを目指してやってるから親の愛っていうのはう、はい、ものすごく尊いんだよ。はい 私がいなくなってもこの子はやっていけるっていう、うん、生きていけると生きていけるとその日を目指してというね、うん、なかなかこう事故の消滅をもって事業の完成とするというはい今そういう人ってなかなかいないじゃない、うん、ねでもこんな立派な人がいるのだなとで名前だけ挙げておきたいもちろんこれ仮名でありますが私が大好きになった人は えー、執刀医の崎山そして緩、えー、和府の小木スガッチってなりの言いましたね、はい、えか西寺それ、うん、から栗山府長、はい。本当この人たちは献身的なナースなんでありますがちっとも恩を売らないんですな、うん、それから、えー、昼娘ってのがいましたよね昼<娘>、えー、この人ねあの3日に一遍ね私の血を取りに来るんですね、うん、試験管3本分ねほんとねすっぽんすっぽん血を剥いたんですよ。<laughs> また綺麗な顔をな顔さっててね「採血に来ました」って言いながらね「はい、寝てていいんですよすっぽん」って言いながらね「<laughs> はい取れました」って言いながら去っていくんだけど <laughs> <laughs> ちょっと申し訳ないですが私のつけたあだ名は「昼娘」っていうね、はい、コギーという看護婦まで来ました今日昼娘」ん <laughs> 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 そんな風にして私は入院生活を送ったわけでありますが、はい、まあ 私は食事の指導も受けまして。一日三度で千四百キロカロリーでした。千四百って案外少ないですよね。あら、やっぱ病院じゃ大したもんだな、あれ。うん、私みたいに食事の療法も大事な人は。本当にご飯作る人がちゃんとそれに合わせてくるのね。うん、で、塩分五グラム以下。はい。もう皆さんに見せたい。 朝ね、もうスカスカのパンと牛乳1本とクズ野菜、クズ野菜としか言いようがないんだ。あの、別のおばあちゃん、ウサギの絵たちは、割とガラッパチででっけえ声で会話する。うん、ほうおよーとかね。はい。いや、汚いな、2000弁とかって言いながらね。でっけえ声で、はい、私は史実は3回目だよっていうのを言ってね。はい。もう、その10代の頃から弁が悪いのは分かってて、うん、その前にあの豚の弁を入れちゃってて。へ<ー>豚の弁入れると、 十年で変えなきゃいけない。三回目のおばさんがいるのもうベテランなんだよ。大変だ大変だよね。うん、仕方なんだ。豚入れちゃったんだもんあんた。叱っその頃はねあんた豚しかなかったんだよあんた。そうか医学が進歩したからね。そうそうそう。ああたしってセラミックにしてきゃこんなことはまあならなかったのに。<laughs> とかっていいな。はい、もうやたら手術に強いおばさんがいたりなんかする。うん、でそれはあと盛り上がったりなんかするんだけどその横をその心筋 心動の筋肉の弱い人たちが箱を下げて歩行の練習をなさるんです、はい、この人たちはねあのね細身の方でねやや色白で,、はい、でちっちゃい声で「おはようございます」って言いながらね我々の横をちょっとこう通っていくんですよ。うん。 3回目だもん私はセラビックがありゃよかったけどありゃしねえよあんたとかなんかいいな <laughs> はいで B のフロアはその2種類の人だけどちょっと冷たい言い方をするけど同病の人じゃなないいと語り合わないえそういうもんなんだよ心筋の弱い人はねグループ作るんですよで<い>武田鉄矢なんか入れてくんねえのほ<い>俺便の悪い方の俺はもうあれなのアイドルなのよさあたさあよしいっぱい先生が来たな!」ながら あの2,000便のじいさんが声かけて「はい、おはよう先生」ってうな「顔色 <laughs> いいじゃないかよ顔色が <laughs> う」元気元気」とかっていならさ、うん、ああだけど親近の弱い人たちはやっぱりそ,、うん、それともう一つはね持ってる病気でそのなんていうかな,なんか触られたくない、うん、私はね、えー、とあれでしょ、えー、と弁慶ですあで後で思い知る 弁系列の手術をした人はねあの人に触られたくないのあ<う>怖いんだよ開いた胸がそうそうそう、うん、それと転ぶことに関して異様な恐怖感があるうですバリって避けたらどうしようってう, <laughs> うん。よく分かんないけど心筋が弱い人はまた別のなんか嫌ん、うん、が嫌なところがあるらしい。ええ ひそやかにこう歩かれるのねそういうのを眺めてましたね、はい、それぞれ病が化したリスクそのリスクによってなんかこう差が病人の間にもあるという、うん、そして検査ばっかこの心臓外科医はどこかで本当に私のようなものが役に立たなくなるぐらい みんなの心臓が良くなるといいですねって思ってるんだ。そうですね。うん。うん、あの歯医者さんでも歯の悪い人が増えれば儲かるっていう人と、うん、真剣に歯医者なんか一人ももういなくなった方が世の中はいいのだと思いながらけ町医者をやってる歯医者さんっているよね。うん、そういう自分の消滅をもって事業の完成とするというような。 そんな人ってなかなか出くわさないじゃないでもやっぱいるんだよこの下界の先山っていうのはその匂いがしたんだよね、えー、うん。それから看護婦のね小義にしてもなんかそういうものをねでそのここの今の欲求私の消滅をもって事業の完成とするっていうのは実は親心がそうなんですよね カナさんって子供いるでしょそのためにお前や親やってんだよ。んで何のために子育てやってるんだよ。大丈夫というそこを目指してやってるから親の愛っていうのはものすごく尊いんで私がいなくなってもこの子はやっていけるっていう生きていけると生きていけるとその日を目指してというねんかのこう事故の消滅をもって事業の完成とするという。はい 今そういういいいい人ってななななかかいいじゃない、ね、でもこんな立派な人がいるのだなで名前だけ挙げておきたいもちろんこれ仮名でありますが私が大好きになった人は執刀、えー、医の崎山そして看護婦のコギスガッチってなりましたね,、はい、ねから西寺それ、うん、から栗山府長本当、はい、この人たちは献身的なナースなんでありますがちっとも恩を売らないんですな、うん、それから。 えー、昼娘っていのが言いましたよね昼<娘>、えー、この人ねあの3日にいっぺんね私の血を取りに来るんですね、うん、試験管3本分ね、はい、ほんとにねまた綺麗な顔なさっててね「<laughs> えー、採血に来ました」って言いながらね「はい、寝てていいですよ」「すっぽん」って言いながらね「<laughs> はい取れました」って言いながら去っていくんだけど <laughs> ちょっと申し訳ないですが私のつけたあだ名は「昼娘」っていうね、はい コギーという看護婦まで「来ました今日昼娘」<laughs> <laughs> そんなふうにして私は入院生活を送ったわけでありますが、はいまあ、私は食事の指導も受けまして1日3度で1400キロカロリーでしたあっ<ー> <laughs> 1400って案外少ないですよねあれ病院じゃ大したもんだなあれ、うん、私みたいに食事の療法も大事な人は 本当に確認で、おう、五千歩歩いたよ、っていう。いや、昼ご飯食べる前にどうっす少し、あのー、あれですよ。レントゲン室行って、また、3三日に、あのー、一回の、除骨の検査だけでもやってきてもらってください。行ってくるわ。武田さん、今日はあの、あれ、車椅子で行って。いやいや、もう歩けるから大丈夫だよ。うん、違うの。この人、働きたがってる人だから。 根性あるから鍛えててやって武田さんの顔見たいって言ってるから、うん、顔見に来るの失礼だからなんか手伝えっつったら車子を押すって言うから今日はちょっと病人になった気で車椅子をさせてやってください、うん、紹介された青年がおりますコ義が顎でしゃくって根性ありますからえコ義は、えー、っと看護師なんですね。んくせなこの言いいい方看護婦ででいいだよね、ええ、本当に、ええ、でその コギーが私に紹介してくれた20代前半の若者は介護士。はい、もう今、いろいろこう、改革が進んでてね、この国もね。コギーなんかもそういう意味ですごく勉強してるんだろうけど、これからは相当医療が大変になるぞと、人数が少なくて年より増える。そうすると、あの腕の良くて修行しっかりしたあの看護婦さんたちが、 薬飲みなさいって指示ができるようにな<っ>そういう意味でコギーもすごい勉強してて私の入院してたあのー、病院はもうみんなそれで燃,燃えてるんです。で、うん、彼女たちの中にはこの東京都内の病院で修行して地方に帰ろうっていう、うんうん、やっぱりお医者様と半分ぐらいの力をやっぱりね日本の看護婦さんたちって優秀だよ献身、はい、的だし。で そのコギーが紹介してくれた介護士の青年もそうなんだお兄ちゃん出身どこだって聞いたら僕福岡ですって言うの、ね、よ<ー>あそうかいっつって<ー>でそのたまたま聞いてたら住,住んでたところも近くて<ー>あ俺は君んちのすぐ近くの教会で女房と結婚したんだよみたいな話を<ー>でずっと彼と話しながら、まあ、レントゲン室にあの行って、まあ、その行き帰りにこう世間話をしたんだけど あの東京暮らしどうだって感想を聞いたら「勉強になります」って、うん、たまんなく勉強になりますとこの青年がやっぱり心臓関係に強くなりたいいらしここからはちょっと不謹慎かもしれないけどその彼の口を借りるとね「東京いいですね心臓病の人多くて」って言うんだよね何か <laughs> <laughs> ねやっぱね緊急を要するわけでしょ心臓病っていうのはう、えー、でねやっぱね バカず踏まわないとダメなんだって。うん、もうね、もう千人でも二千人でも見ときたいんだって。うん、だから心臓病が多い東京って彼にとってはもう宝の山らしいのよ。うん、で彼はね、あの昼間はそう身の方でね、やや色白で、はい、でちっちゃい声でおはようございますって言いながらね、我々の横をちょっとこう通っていくんですよ。うん。うん その横便が悪い人たちやてけえ声でね三回目だもん私はセラビックがありゃよかったけどありゃしねえよあんたとかなんかいいなはいで B のフロアはその二種類の人だけどちょっと冷たい言い方はするけど同病の人じゃないと語り合わないえそういうもんだ。うんだ心筋の弱い人はねグループ作るんですよで武田鉄也なんか入れてくんねえのほー便の悪い方の俺はもうあれならアイドルなのよ来たー <laughs> きっぱし先生が来た!」って言いながらさ <laughs> あの二千遍のじいさんが声かけて「はい、おはよう先生!」って言いながら「顔色、うん、いいじゃないかよ顔色が」が、うん、元気元気!」とかって言いながらさ、うん、ああだけど心筋の弱い人たちはやっぱりそ,、うん、それともう一つはね持ってる病気でそのなんていうかななんか触られたくない、うん、私はねえっ、ー、とあれでしょ 弁系列の手術をした人はねあの人に触られたくないのあ<う>こ怖いんだよ開いた胸があそうか守そうそう,そ,う、うん、それと転ぶことに関して異様な恐怖感があるバリって避けたらどうしようってよく分かんないけど心筋が弱い人はまた別のなんか嫌ん、うん、が嫌なところがあるらしい。ええ ひそやかにこ歩かれるんだねそういうのを眺めてましたね、はい、それぞれ病が化したリスクそのリスクによってなんかこう差が病人の間にもあるという、うん、そして検査ばっかりの1週間がゆっくりと過ぎていくわけでありますがそれもまたなかなかね「はい、明日はあれですな」 病院の先生方のウォッチングをなかなか手術にたどり着かないですねそれぐらいすごい長いですねこれね。簡単にパンパンなんて手術さんがやらないで、はい、現代医学は、はい、この続きとにかく明日の真似人の上でございます おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷です昨年10月のことでありますが心臓の方の手術のために入院をという10月の13日に入院いたしましてそれから1週間検査ばっかりの日々が続きました。うん、でその検査ばっかりの1週間ですがその日々の中で1週間で私は思い知りましたのはその私の手術に関しましてお医者さんの種類の多さですね。うん、これ全部 お医者さん来ますよ。えー、あの挨拶とか私を見に、はい、ね、その数の多さ。まず一番最初に言わしましたが心臓外科医この方が来ますね。はい、カテーテルの方がいらっしゃる。それは良かったって言いながら帰っていくんだよね。<laughs> 穏やかな感じの方ですね。うん、でまあ俺があのあれだよな有名人だから顔でも見たいんだろうなとかなんか思ってたらとんでもなくてこの先生はものすごい立派な先生でいくつの手術を担当して 自分がメスを振るった患者のところ全部歩いてるっていうねうそれで大学病院の一番偉い先生が、はい、その患者さんを見るとなると大名行列と称したりなんかして古文をいいいっぱい従えたりななんんかしきゃいい、はい、それがめんどくさいんだって、はい、だからそういう従える人たちの目を盗んできてるんだってそう裏口からこうやっぱ入ってくるんだろうなうーシーツにこう隠れたりなんかしながら <laughs> <う>騒ぎにならないように。 本当にひっそりと入ってくるんで、はい、こ,れこれはこの人の全部行為なのかと思ったらなんかジーンとしてきたりしてねそれから前にもお話しましたように私の胸にできた傷なんですがこの執刀医に手術前に私は冗談でもうどうせばっくり傷入るの分かってたもんです先生かっこいい傷お願いしますよっつった私前話したよね。回だけのの手術習った女性の ののの谷間の胸の傷だと見たこ非常に生々しい傷でそれな傷が入るんだなと思ってまあやけくそで言ってたんですけどまあそれならそれでもいいやと思ったら還暦過ぎてますからねそうヌードになるベッドシーンとかがねあろうはずもないんでねんで竹内言うこと絡むとかっていうのもないでしょうから <laughs>、はい、そしたらこの執刀医が冗談で言うことはこの人は相当気にしてるなということで形成外科を呼んできて開と閉じは。 頬の傷をいつも縫っているっていう、うん、形成外科医に委ねたわけよね。その、はい、その間にまた手術が何度か高くなったわけですけれどもね。うん、それをすごく気にして形成外科医にいちいち報告を入れてるみたいなのよ。じゃあ哲也さんの胸の傷というのは、うん、割と何ていうかシンプルな傷になっているんですか。見せるよいつか。はい。 ちょっと見てみたいです二人でお風呂に入った時でもんか <laughs> 見せやすいからそっちの方が <laughs>、はいうん、でもそれはやっぱり傷見るたんびにあのそのしっとい崎山の,あの私はやっぱり好意をあのいつもいつも感じて、えー、おります、はい、ああの私はこの崎山とかコギーとかっていうその病院の一群の人々と会いながら思ったのは何かというと こういうい人たち日本というのはシステム的にもいろいろ問題があるというお前さんはしっかりしてないぞほらまた囚人が逃げ出したぞほら囚人がまた取調べ室から飛び出したぞなんかいろんなところでメディアが大騒ぎしております日本のシステムですと10月の13日でございますね。手術が月月のの日日驚くなかれ10月の21日 死んだ母親の命日その母が死んだ日に手術室に俺も入るかと思いますとなんか麻酔かなんかかけられてと母親が幽霊になって会いに来るのかなと思ったりなんかん女房はそのことすごく吹きつがりましてやっぱり怒ってましたねなこと言わないのお母さんがあなたのことおいでおいでするわけないでしょ、はい、で経過が良かった、はい、もうしっといが思わずあれ タデさんもしかすると退院は11月15日ぐらいになるかもしれません、うん、ドキッ11月15日おい坂本龍馬の命日じゃねえかうん、うん、ところがお話ししましたように私はちょっとその数日前から熱を出してしまいまして退院延期と先誓られた日が11月の15日もうがっくり出しまして、はい、さあ月日は流れましたあ入院6週目に入る そしてもう突然であります筒井というドクターこれが、えっと、入院生活ですな、ね、入院生活の方の主治医でございます執刀医は崎山でありますが筒井という主治医がいましてこの方が11月の25日突然夕方やってきて言った言葉が「腎臓だいぶ戻りましたね」と「ここまでくればとりあえず感染症の器具も通過したと言えますと」と 明日26日でやるべき治療はすべて終わります。うん、どうなさいますか。どうなさいますかも何も <laughs> 退院の見事のりが私に下ったわけでございます。はい、じゃあ先生ってうと、はい。もう明日最後の治療した後は武田さんの医師に任せます。うん、もう一晩泊まっていくのもいいし、もう次の日に退院ということでもそれでも構いませんよっていう。 もう嬉ししかったな申訳ありません先生病院はもっともっと痛いぐらい素敵なところでありますが一応じゃああさって退院ということで、えー、っていうんで退院を決意するわけですな。えー、そんで、えー、いよいよ26日になりましたその26日の時に,の時にちょうのあの府庁の方から退院にあたっては執刀医一番の責任者っと医崎山の方から退院後の処中医っていうのはあるから。 浮かれないようにと。<laughs> うん、入院の主治医の方からはもうあったかもしれないが、あの執刀医の方から一番大事な処置医があるんで。11月の26日来ました。はい、執刀医が、はい、あのちゃんとメモ用紙を置いて、女房を横に座らせて、今後注意すべきこと。をコンコンと。<laughs> それでさ<え>あいつがものすごい顔してさ、本当に悪いのって聞いたんだよね。<laughs> で女房ほらもう田舎もんで病,病院のことなんか何も知らないからさ「はい、あなたさモルモットに疲れてるんじゃないのかな」<laughs> <laughs> とか言うわけよ研究材料じゃないかとそう,、うん、そう悪そうに見えないから、はい、それといやその私が行っているお医者さんが紹介した病院が実はもう患者が少なくて傾きかかってて <laughs> そのちょっと有名人かなんか手術をしてこうなんかオペ代取って。 生き延びようとしてるんじゃないかっていう疑いが女房にあるわけさ相当疑いましたねまあそれぐらい俺が元気が良かったってこと <laughs> <ー>彼女はとにかくびっくりしてるわけよあまりの心臓病の人数の多さにああはいこれはもしかすると傾きかかってはいないなと病院は繁盛してるんだとそれはね、はい、それでこんなに心臓病来ると 先生も結構嫌なんじゃないとかって言い始めてさ女房の言ほんでたまたまだけどちょっと言ったけど前に座ってたおじさんが女房が心臓病だと思って語り始めたのよ。ええ、この先生、崎山先生。ジャ <laughs> ッキー奥さん <laughs> うめえよ、腕腕腕腕 <laughs> 心臓外科医は腕だ。崎山先生、ばって、うん、はぁって。 すごいのそのおじさん語っちゃって「えー、あのじゃんだってあんとは勝ててるだよ」ね「4発よ勝ててる1234だよみんな詳しいのよ病人の人って<う>あの左の心房がポーンってさわ開けてもらうもう「メイ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 」<laughs> そういう暗号が飛び交うのよねはいそんでその先生に会った瞬間にこの先生だったらいいなと思ったの、えー、よくも得もないのね うん、もうね一生懸命説明してくれんのどこが悪いのか、はい、どこが命が関わるのかだけど俺の最大の疑問はその命に関わるって言うけどなんでこんなに自覚症状がないんですかって言ったんですよんその時にその先山というね心臓外科医、一回年が下の世代でしょうね、うん、この医者がねマジ目な顔して 武田さんと同じなんです、心臓は。はい、苦しくても人に訴えないんです。<laughs> ほらよ、涙出そうになってよ。ありがたいお言葉を頂戴してる、ね。どんなに苦しくても元気いっぱいに僕はいいからっていうのが心臓なんです。<laughs> 本当に今武田さんの心臓は苦しんでいますけど、はい 苦ししいって弱て弱音をまあ、ちょっと病気の話もなんでありますが私はゆっくり体力を回復していきますそれでまあ先生の許可もいただきまして、はい、院内だけの散歩で体調がいい時は時々外へこれもちゃんと小木経由で許可を取るようにしました、はい、でもう一個嬉しかったのはリハビリセンターの方から「おいでと」とリハビリそれで自転車小木を。う ここの先生が面倒を見てくれるんでって言うんで、このリアビリセンターに行くと。今度は、あのー、心臓のところにちゃんとケーキをつけて、はい、心拍数がむやみに上がってないかどうかを。リアビリの先生のチェックを受けながら。うん、好きなだけこいでいい。えっと、私は月金でリアビリセンター通っておりましたが。10キロ超えてましたね。よくこぎますね。うん、よう頑張った。朝五千歩歩いて、夕方からは10キロって。やっぱ好きなんだね。 リハビリーセンターで自転車こいでで部屋に戻る時がとっぷり火くれてるんだで俺なんか気楽な方だからアビリリビセンターでも病の現実は見るわけよ、うん、もう本当に手足の不自由な子がギブスと懸命に戦って格闘したり、えー、それから獣ののような声を上げてストレッチやっているあの、うん、男の子か女の子か分かんないんだ丸坊主なんで、うんうん、そんな子の後ろ姿を見たり、うん、あのしたし。 それからもう一つそのリアビリティセンターで別の大学の工業部と病院がドッキングして脳かなんかにベルトを巻いて技手なんだけどもロボット技手脳で命令するとロボットの手が閉じたり開いたりするっていうようなそれももう進行してるんだって。だかからら非常にヒューマンな人間たちの努力とそれから あの、ロボットスーツみたいなものの開発と、うん、なんかそれはね、奇妙に充実した日々でした。うん、で、元気になって病院内をうろうろ歩けるようになって、またやっぱり、病院のね、多角的な面白いところを発見者。まあ、この続きはまた明日に解きましょうかね。はい、この次また明日のまな板の上で。 おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷佳奈です。東京都内え、心臓の弁のほの故障で入院しておりました、えー。もう入院も2週間、3週間ぐらいになりますと、だん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 患者としても貫禄が出てまいりました。はい、で、まあ、その弱々しく歩けないとかっていうことじゃないんですからね、私の場合はね、えー、感染症をただただ恐れて点滴を打つという入院生活でありますから、えー、まあ、治療はとにかくもうその頃は1日 1> 1回だけになってあの抗生剤流し込むのも、うん、あの腎臓がだいぶ下手ったっていうのもあったんでありますけども<ー>量も少し減ってまいりましただから、うん、たっぷり自由時間があるもんですから病院内を暇な時はうろうろと、うんうん、でやっぱりそこで商売圧の中で病院というと,ところでねここもいっぱいなんかね相当ガタが来てるらしいんですがでもね皆さんやっぱりやってる人は立派な人いっぱいいますよ。うーん それだけはねもう涙が出るくらい感じました、はい、あの特にしっとい崎山の,あの「何か困ったことはありませんか?」というあの短い一言の中に彼の,そのなんか職業に対する矜持といいますかね、うん、それとこの人の言葉遣いですねあの武田様にあの不安を与えることなく。 あの病院としても全員スタッフの力を合わせてとにかく不安を軽減するよう全力を尽くしますとかっていう、うん、あの言葉遣いの中になんかすごくこう感動したわけですな、はい、そのちょっとこう思いついたところをまた明日から少しお話していきたいなと思います。はい、このののまた明日のの上で おおははよよううごござざいいまますすす田哲也でえんかこう病院でお世話になった先生方とか看護師介護士そういう人たちのことをこう皆さんにど,どんなふうに紹介していいのかね分かんないんですがただやっぱり立派な人いるね、うん、世の中には、うん、医,医療っていうのはやっぱりこう非常に責められやすい職業じゃない、うんうん、だけどやっぱり立派な人いるよ うん、お俺ねその崎山っていう外科医が気に入ったのはね、はい、この人の言葉遣いとこの人の持ってる容姿を見た瞬間にあこの人だだっったたら殺されてもいいやと思ったんだ、うん、私はまあ乱暴に思ったりなんかするんですが私はねこの,あの崎山っていう外科医に会った時に思ったんですがこの人は本当にこう思ってるどう思ってるかというと己の消失をもって事業の 完成を夢見るもの<ん>、うん、己の消失をもって事業の完成を夢見るもの、はい、こ,れこれはものすごく哲学的なな問いなんだよねつまりねあの私なんかがいなくなるほど良い世の中になれば良いのにと<ー>この心臓外科医はどこかで本当に。 私のようなものが役に立たなくなるぐらい。みんなの心臓が良くなるといいですねって思ってるんだ。ああ、そうですね。うん。うん、あの、歯医者さんでも。歯の悪い人が増えれば儲かるっていう人と。うん、真剣に。歯医者なんか一人もいなくなった方が世の中はいいのだと思いながら。け、町医者をやってる歯医者さんっているよね。うん、そういう。自分の消滅をもって。 事業の完成ととするというようよなそんな人ってなかなかデコなものの開発となんかそれはね奇妙に充実した日々でした。で元気になって病院内をうろうろ歩けるようになってまたやっぱり病院のね多角的な面白いところを発見した。まあこの続きはまた明日にときましょうかね。この次また明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。東京都内心臓の弁の法の故障で入院しておりました。えー、もう入院も2週間3週間ぐらいになります。と、だん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 患者としても貫禄が出てまいりました。はい、で、まあ、その弱々しく歩けないとかっていうことじゃないんですからね。私の場合はね、えー、感染症をただただ恐れて点滴を打つという入院生活でありますから。えー、まあ、治療はとにかく、もうその頃は1日。 一回だけになってたのかな、はい、あの、抗生剤流し込むのも、うん、あの、腎臓がだいぶ下手ったっていうのもあったんでありますけども、えー、量も少し減ってまいりました。だから、たっぷり自由時間があるもんですから、病院内を暇の時はうろうろと。うん、うん。で、やっぱり、そこで商売柄でありますけども、やっぱりウォッチングしちゃうんですな、ヒューマンの。えー、えー。私が入院しておりました心臓病棟、ここのおガラス扉、門が開きますのは、朝の7時でございます。うん 7時にその扉が開きます7時と同時に1回待ち合い室にダーッとこの外来の人たちがやってらっしゃいます。お気、はい、の毒と言いますか我々は入院患者ですから泊まり込みな、うんで外来の方は大変なんだな。混んでますよね。混んでますね。ええー。それで7時と同時にやってらっしゃる。うん、相当遠いところから。で さん大体外来でその重篤な病これからこう治療したりあるいは発見するための検査を受けるとかっていう方々は弁当持参だって23時間待ちって当たり前って聞きますもんねそうそうそうそこの病院はやっぱり考えてみたらすごく心臓に関してはすごく優秀だったんで、はい、日本中からやっぱ患者さんが集まるみたいでしたね、うん、でね皆さんそれなりに病の不幸を背負ってなんですが 1> 1個だけねちょっと見て感動したのはねおじいさんとおばあさん、はい、これから相当カテーテルとか何とか含めて相当複雑な検査が待ってるんでしょうおじいさんの方ですな患者さんは 2>,、はい、2人お弁当食ってらっしゃる7時20分ぐらい、はい、ポットのお湯で味噌汁作って、えー、もう仲良さそうに朝ごはんをそこで済ましてらっしゃるんですなソファーの上に正座してらっしゃるから、はい、ちょっと相当田舎からいらっしゃる。 で私はそのご,ご夫婦に目がふっといったのねあまりにも幸せそうだから、うん、でねおばあさんがね「いいねよかったねこの病院でね」っておっしゃって、うん、暖房効いてるしほらじいちゃんソファーあるんだからほらそれでこのお二人指のどっかを針で突き刺して血を一ってきとって血糖値の動きを見るんだよ、うん だからもう耳たぶから10本の指から全部穴開いてるし<え>奴隷で右の胸は鉄のストローが入ってるし穴だらけですねお前から言われりゃ思うてうしようね <laughs> それで情けないのはその奴隷は空気入れるためにいっつも電源でモーターを引きずって歩かなきゃいけない<ー>それをムーンって言おうと一日聞いてんのよ。えー、でトイレに行く時だけ電源外してもらって、うん、そのコードを首にぐるぐる巻きにして。 ニシ、はい、キエビへ首に巻いたような感じでトイレに行くわけよ。<笑>,笑っちゃいけないけそんでおしっこはむやみに出るわけ今その抗生剤流し込んでるから自尿、うん、剤を飲まされるから、うん、もう出るわ出るわで出たら出たで出たお小水はすぐトイレに流せないでどのくらい出たかを小さなバケツに溜めてリッターで測らなきゃいけないのよ。大変ですねねやること多くて、ね <laughs> 朝昼晩の血糖値が上がった下がったと抗生剤を血管に流し込むこれはもう本当にくためれたなでも一番切なかったのは、はい、だんだん抗生剤を,を入れるための点滴の針があるじゃんそれをこう入れるんだけど、はい、入れる場所をね二日に一遍か三日に一遍ぐらい変えないとちょっとでも広がっちゃうとダメなの<ー>移動させるわけ、はい、とね だだんだん打つ場所が右左やっててもなくなってくんのよんその時にやっぱさすがにちょっと八つ当たりしたんだよねお誰にですかコギーにまたコギにこちっち当たりしいコギーかわいそうですねでもねこれその時にしまったと思ったんだけど、ね、血糖値測ってる時に「おめえほんと地獄じゃ針山地獄じゃないんだからよ飯食ったら針で突き刺すなんてのは地獄だぜ」っつったら <laughs> コギーがね 別のの針に変ええ、て自分の指したんだよねえどういういことですかつまり武田さんがあんまり痛がるから、うん、毎日自分は針の調節やってるんだってだ痛くない針の深さを今探ってるんであ、こぎ<う>こいつね本当にいいやつで、えー、その時にやっぱね悪かったなと思ってね、えー、ちょっと切ない入院話もう少し続きます。えー おおははよよううごござざいいまますすすす田でで水谷香ですこの看護師え歩ですねもう看護師って言わなくてもいいや看護婦こぎこいつほんといいやつでね,ね<ー>ほんとねあの病院のあの看護婦連に合わなかったのも相当弱気になってるかもしれない食事後2時間後の血糖を測るねとその指を針でちっちゃな針で刺してなるべく痛くないんできてるんですけどでもやっぱりねその わかりやすくするために古文って言っちゃいますけど古文三四人連れてくんですよね、はい、で、俺すっごく興味あったのはカテーテルの先生カテーテルっていうのは血管から細い糸入れるんですで、その糸をずーっと流すんですよ流すんだよそうめん流しみたいに <laughs> お前ううそれで幹部まで行って例えば血管なら血管が細くなったり流してるとそこを広げたりってやるんですよ 俺の場合は心臓の弁がどこまで役に立っていないかを崎山医師に見せるためにそのカテーテルの先から造影剤を噴射させて影で見せてくれるの影みたいで腕にあの穴を開けてカテーテルの糸を流し込むわけこれはもう部分麻酔でそんで流し込むのはあの若手なのよ うん、でお師匠さんが横にいてモニター見ながら指導すんのよ。んでなんかよくわかんないんだけど、腕からカテーテル糸を流し込むっていうのは難度が技術的に高いのかな。はい、か本当はももの付け根から流し込んだ太いところに流し込んだ方が心臓には行きやすいって言われなんだけど、<ー>そんでその流し込まれたのはいいけど。 何回も差し込まれるわけ。<え>その、う、うまいこと、金属コードの細い糸が、動脈の流れに乗っていかないんだろうね。場所を変えるのよ。<ー>これ痛いんだ、これが。痛いんですね。そうすると、若いお医者さんを謝るわけ、俺に丁寧に。うん、ごめんなさい。もう一回やらせてここは大丈夫だここ。そしたらね、後ろからお医者さんが叱るのよ。うん、カテーテルの。 この、やっぱあれ、あれ、職人さんになっちゃうんだね。細かい作業だから。ど,どなってんのが聞こえんのよ。俺、部分麻酔だから。どうしたんだよ。<laughs> 思い切ってやるんだよ、そこは。<laughs> やれよ、思い切って。<laughs> そこだよ、もう一回。<laughs> そうだよ、そのままだよ。入れてみろよ。入らねえやけねえだろ。<laughs> 右だよ。もう、怖くてさ。怖いですね。もう、ほーらーよ。 2人のコミュニケーションがうまくいくことを患者として真ん中で祈っただよ <laughs>、はい、そして見事に取れたんだその自分の大動脈弁の具合が、はい、え、これまだ皆さん検査です手術、はい、まで行っておりません、はい、さあカテーテルで取れたその造影剤を使った診断結果それはどんな映像だったか月曜日の続きでございますんでお楽しみにこの続きまた来週のまな板の上で おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷香菜です病院話が続いております。だんだん元気になってまいりましたから、<laughs> 遠い昔のことのようで, <laughs>、はい、で、来たという充実感があるから、<laughs> いよいよ、いよいよ、いいとこまで来たぞって私は思ってるのよ <laughs>、はい、そうかいっ,つって言ったの。私はあなたとあの、今の人たちとは違うかもしれないけど。 幸せなイメージが一つも浮かばなかったっていう,うお互いにそうだなっていう話をしたのね、えー、私もそうでしたやっぱ女房は若くて若い時は可愛かったけどこれもボロボロのババアになるんだなと思ったのね <laughs> <laughs> だけど、まあ、この女だったら、まあ、ボロボロのババアになってもいいかというねああそうか。 我らは一緒に夫婦となって歩き出したような気がしたんでうーんと女房がもう押し目まであと一歩っていうねだいぶ目標に近づいたわった時は笑ったね思わずねそう思ってくれるとあとは楽だわな <laughs> 時間いっぱいになってしまいましたね、はいはい、入院生活も着々とそうです退院の日がゆっくりとそんなことしながら近づいてきてということでございます明日はいよいよ退院でございますこの続きまた明日の退院の日まで おはようございます武田徹也ですおはようございます水谷からです入院したのがちょっと細かく言いますと10月の13日でございますね手術が10月の21日驚くなかれ10月の21日死んだ母親の命日その母が死んだ日に手術室に俺も入るかと思いますと なんか麻酔か何かかけられてると母親が幽霊になって会いに来るのかなと思ったりなんか女房はそのことすごく吹きつがりましてやっぱり怒ってましたねなことは言わないの、うん、お母さんがあなたのことおいでおいでするわけないでしょ、はい、で経過が良かった、はい、もうしっといが思わずあれタレさんもしかすると退院は11月15日ぐらいになるかもしれません、うん、ドキッ 11月15日おい坂本龍馬の命日じゃねえかところがお話ししましたように私はちょっとその数日前から熱を出してしまいまして退院延期と先制られた日が11月の15日もうがっくりいたしまして、はい、さあ月日は流れました入院6週目に入るそしてもう突然であります筒井というドクターこれが、えっと、入院生活ですな。入院生活の方の 主治医でございます。執刀医は崎山でありますが、筒井という主治医がいまして、この方が11月の25日突然夕方やってきて言った言葉が、腎臓だいぶ戻りましたねと、ここまで来ればとりあえず感染症の危惧も通過したと言えますと。はい、明日26日でやるべき治療はこの後思い知るんだけど、 心臓手術をやるとその胸骨を割って胸の真ん中にメスが入る、はい、で手術終わった人ってふけになるん,ですよんあのね人間の体の真ん中はへそかもしれないけどへそに並ぶところに中心があってそこを傷つけるとね力が入らないのよ。 おっと空を見てんの<ー>やがて自分もそうなるとは知らずに、はい、まだ検査入院の俺はチラッとナースセンターの横のその面会スペースがあるんだよねそこに座ってる2,3人のおじいちゃんとおばあちゃん見ながらあの元気がないなと思ったんだけど、うん、同じ姿にまさか自分がその後なるとは思わなかったんだけどまだ手術前でございますこの続きまた明日のもらいたらいいで、はい おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香田です心外 B4、はい、心臓外科手術が必要な六、えー、階建て建物の四階にいる患者さんの武田哲也でございますが、はい、なんせまだ手術前ですから、えー、もうずっと元気なまんまですはい。ええー、ただやっぱり、ね、不思議に入院するとね私服着るっていう意欲がわかない襲われるもんですかねなんかねパジャマ着とかないと悪いような <laughs> パジャマが俺の制服だみたいなねだんだん だだんだん周りにあの自でも、ねはい、まあ元気はいいわけですからこう入院1日目、まあ、全然メスも何も入ってないから元気いっぱいですが、うん、皆さんの様子を見る。をすると4人部屋6人部屋とあるんですが、はい、あのナースセンターの横に面会スペースがあるんですね。ね<え>早朝そこに行くと 六人部屋四人部屋の人がたむろしてるんです。うん、やっぱりプライベートがないから、えー、やっぱそのベッドを離れるとそこに来てそこでぼんやりしてるっていうのが、うん、で私と同じ大動脈弁系列で手術が必要な人というのはやたら大きな声で挨拶するんですね。うん、あの手術後の人もへ<ー>それねへ<ー>気をってでっけえ声出さないと声出ないんだよね。 あそれからその自分で痛感したのはあのねその心外 B4 の雰囲気なんだけどね朝ね5時半から6時ねすごい雰囲気いいんだよね。えー、みんんな起きてらっしゃるんですか、うん、みんな起きてくる時時半6時ででまずみんなねそこで体重と血圧を測るんです。はい、それは体重は自分の担当でこのあと検温に来た看護師さんに報告しなきゃいけないはい。 今日は何キロありましたって必ず聞かれるからでそこにある体重計にみんな6時ぐらい乗りに行くの<ー>、うんその朝の1時間ぐらいがねすっごく雰囲気大変だよね<ー>仕方なんだ豚入れちゃったんだもんあんた叱っその頃はねあんた豚しかなかったんだよあんたそうか医学が進歩したからねああ確かにセ<ー>ラミックにしてきゃこんなことはまあならなかったのに <laughs> とかって言うな、はいうのもうやたら手術に強いおばさんがいたりなんかし。うん でそれわーと盛り上がったりなんかするんだけど、うん、その横をその心筋心臓の筋肉の弱い人たちが箱を下げて歩行の練習をなさるんです、はい、この人たちはね静かに歩くんですよ、えー、あのね細身の方でねやや色白で,、はい、でちっちゃい声で「おはようございます」って言いながらね我々の横をちょっとこう通っていくんですようん、うん その横便が悪い人たちってけー声でね三回目だもん私はセラビックありゃよかったけどありゃしねえよあんたとかなんかいいな <laughs> はいで B のフロアはその二種類の人だけどちょっと冷たい言い方をするけど同病の人じゃないと語り合わないえー、そういうもん,んだう。うん心筋の弱い人はねグループ作るんですよで<う>武田鉄也なんか入れてくんねえのほ<う>便の悪い方の俺はもうあれなのアイドルなのよやったー <laughs> よし金八先生が来たな!」って言いながらさあの二千遍のじいさんが声かけて「おはよう先生!」って言いな顔色いいじゃねえかよ顔色が元気元気!」とかって言いながらさ、うん、ああだけど親近の弱い人たちはやっぱりそ,、うん、それともう一つはね持ってる病気で何て言うかななんか触られたくない、うん、私はねえっ、ー、とあれでしょ えっと弁慶列あ、で、後で思い知る。弁慶列の手術をした人はね。あの人に触られたくないの。あ、<う>怖いんだよ。開いた胸が。あ、そうか。守っちゃうんですね。そうそうそう。うん、それと転ぶことに関して異様な恐怖感がある。そりゃそうです。バリって避けたらどうしようって。うん、<laughs> うん、よく分かんないけど、心筋が弱い人はまた別のなんか、なんか嫌、嫌、うん、が。嫌なところがあるらしい。ええ ひそやかにこう歩かれるんだねそういうのを眺めていましたね、はい、それぞれ病が化したリスクそのリスクによってなんかこう差が病人の間にもあるという、うん、そして検査ばっかりの1週間がゆっくりと過ぎていくわけでありますがそれもまたなかなかね「病院ウォッチャーとしては面白かった、はい、明日はあれですな」 病院の先生方のウォッチングをなかなか手術にたどり着か,んです、ね、かないでそれぐらいすごい長いですねこれね簡単にパンパンなんて手術さんがやらないで、はい、現代医学は、はい、えこの続きとにかく明日の真似人の上でございますおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです昨年10月のことでありますが心臓これが、ね、夜はね7時に閉まりますはいねとねとその7時を挟んで近づく時刻になって待 全く別の人種の方々が今度その待合室にべっしり最初それを私勘違いしてた皆さん同じ格好健康そうな背びれお姿の若者でひどい時は十人以上二十人近くパソコン広げてでいちいちマナーよく携帯で連絡を取る時はスッとこの廊下の奥に入られたり外に出てられたりなんかしてえ、え、いえ まだえこれからなんですけど接触の方はとかなんかね<う>スパイ大作戦風な会話を接触うん,ん接触、うん、あったのか先生とかとかってすごい険しい顔つきの上司がやってきたなんかして<う>なかなかねそこだけ本当に東芝日曜劇場みたいな,なんかそういう感じがするんで <laughs> で朝とはえらい違う人たち最初見た時にどっかの。 会会社の会長さんが死にかかってて下に社員の方とか広告代理店の方がまあ死んだらすぐ葬式の手順を青山葬儀場で打たねばならないというようなことでディーリー業者の人たちがもう黒服ですでに準備万端で詰めてるのかなとどうも違うんだわそれじゃないんだやがて分かったとある先生がエレベーターで仕事を終えて 2階の ICC あるいは手術室から出てきて1階のロビーを通って表に帰ろうとするときに6人ぐらいのその黒ジャケットがバッと囲むの<う>いかがでした先生あれかなりねいやうちとしてもね何のことない医療機器のセールスマンそれが各担当の先生方の下校時間を待って 囲んでるんででるすだからやっぱりその時思ったのは、ねうんうん、そして私が息を飲んだのは彼らの大半が私が「あこの人いい先生だな」と思った「心外の崎山」っていう嫉妬を刀医を狙ってるみたいな。ほ<う>ですあの嫉妬はただもんじゃなくて画期的な,なんか心臓に関する機械の。 発明と研究を今やってるみたいな。うん、これやっぱりその病院って面白いなと思ったのは医療の切なさもあればあるいは企業の最前線の躍動もそこには、うん、そしてまた別の側面もあるんですがそれはまた明日の続きということにいたしましょう。はい、おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷香奈です。病院の風景でございます。典型としてね病院スケッチを行っておりますが。はい さあ、次は昼の時間の話でもしましょうかね。はい、昼はい、大親友のナースのコギーね。なんで、うん、2000遍同士のよしみで2000遍2000遍って言うんだよ。<laughs> この2000遍なんていう言葉がエレベーターの前で通じる。なんざ病院しかねえぜ。インゴみたいですね。<な>なね世田谷のお前あれだ。246の脇で使ってみろ。お前 <laughs> なんですか？それはって言われちゃう。はい、<laughs> みんなナースの人も笑い転げてんの？ よかったね二千弁同士仲間ができて」なんて二千 <laughs> 弁が仲間とは思わなかったよ俺。でもあのたまらない安堵感っていうのはつまり<ー>奥さんに話そうか愛人に話そうか迷うぐらいの俺だろ <laughs> あの愛人ないけどさ、ねはいね、だけどここではもういいのよ二千<ー>弁同士みたいな言葉が<ー>それとこれ本当に面白いんだけどそれは俺はこの後思い知るんだけど心臓手術をやると。 その胸骨を割って胸の真ん中にメスが入る、はい、で手術終わった人ってになるん,ですようんあのね人間の体の真ん中はへそかもしれないけどへそに並ぶところに中心があってそこを傷つけるとね力が入らないのようんだからね手術終わったばっかりの人はぼーっと空を見てんの。<ー>やがて自分もそうなるとは知らずに まだ検査入院の俺はチラッとナースセンターの横のその面会スペースがあるんだよね。えーえー、そこに座ってる二三人のおじいちゃんとおばあちゃん見ながら、あの元気がないなと思ったんだけど、うん、同じ姿にまさか自分がその後なるとは思わなかったんだけど、まだ手術前でございます。この続きはまた明日のモナイトの上で。うん おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香田です心外 B4、はい、心臓外科手術が必要な六、えー、階建て建物の四階にいる患者さんの武田哲也でございますが、はい、なんせまだ手術前ですから、えー、もうずっと元気なまんまですはい。ええー、ただやっぱり、ね、不思議に入院するとね私服着るっていう意欲がわかない恐るもんですかねなんかねパジャマ着とかないと悪いような <laughs> パジャマが俺の制服だみたいなねだんだん だだんだん周りにあの自でも、ねはい、まあ元気はいいわけですからこう入院1日目、まあ、全然メスも何も入ってないから元気いっぱいですが、うん、皆さんの様子を見る。をすると4人部屋6人部屋とあるんですが、はい、あのナースセンターの横に面会スペースがあるんですね。ね<え>早朝そこに行くと 人人人部屋4人部屋屋の人がたむろしてるんです、うん、やっぱプライベートがないから、えー、やっぱりベッドを離れるとそこに来てそこでぼんやりしてるっていうのが、うん、で私と同じ大動脈弁系列で手術が必要な人というのはやたら大きな声で挨拶するんですね。うん、本当にご好意でありがたいことに、まあ、テレビはもちろんあったんですが冷蔵庫あったんですね、はい、もう冷蔵庫あるの嬉しくてね。 はい、で一般病棟で、あのー、集中治療室から戻ったらやっぱり家族がそこにバーッと花を飾ってくれましてそれはあのいろんな方から花を送っていただいたその花が病院に届き始めたんであります事務所のスタッフは一生懸命は花断ったんでありますが非常に熱心にあの病院を探し出した友人たちがいまして、えー、例えばあの吉田拓郎さんとか、えー、病院まで花を奥様と一緒に届けてくださいまして。 事務所のやつが隠そうとしたら部屋まで行くぞ」って言いながらそういう思いを込めましてですからもうそんな花をぼんやりと私があ見つめておったというねただしやっぱり集中治療室から戻りましたらさすが3日間 ICU でこう過ごした私ではありますがくたびれてたらしくてですね<え>病人独特なんですよこの手術した後というのはくたびれてる。 でね、くたびれ方が異常なんですけど、元気のいい人を見ただけでくたびれるんですね。元気のいい人が激しく動くと、それをもう見てるだけで疲れてしまうんであります。えー、で、私の場合は胸にまあ、手術の跡がありますもんですから、もう胸にあの本当に北斗の拳ではございますが、一文字まあ、一文字の傷跡がありまして、はい、その傷が引きずれるんですね。えー、それで、もう全身に力が入らないんですね。 なんか力むとカパッと開きそうな気がいたしましてそんなこと絶対ないんでありますけどもぐったりとそれから本当に不思議なんですが声が枯れてるんですよこれがね俺分かんないんだ胸の手術を,やってるんを開くというね声帯には関係ないんですが声がスカスカなんです力が出ないってことかそれじゃない本当に枯れてんのよカラオケ歌いすぎたみたい。 それからここからまた謎なんですが、<ー>左手の親指と小指が重ならないんですよ。も<う>開いちゃうんです。折れない。うん。どんなに力を入れても。うん、なんで左手なのか、なんで小指に力が入られるのかわからない。なんかこう心臓とつながってんでしょうかね。糸があるんでしょうね。だ、ね、からもう一つここ目の前にちゃんとスタッフは用意してくれた。お水ペットボトルです。ペットボトル 蓋開けられない。<ー>左手で、力が入らない。入ってないんだろうね。うん、ずっと空回りするね。<ー>ええー。私の身体にはやっぱ手術後一般病棟を移ってでありますが、さまざまな異変が起こっておりまして、当然といえば当然でありますが、食欲。あんなにあった食欲でありますか。全くない。はい。